はい、で、そしたらと、で、その2試合が終わったら次がグランドダブラルスプリングツムツム Z、万学うさまに春タコ太郎 Z が秋田ツムツム、で、小高商店創造赤ブラ焼き鳥中ムで、トモエンペラーミスター KA TFO コモナブランカ、もう残っ、もう集まっといてくださいね。チームとりあえず A ブロックの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9チームは5人もう集まっといてくださいね。とりあえず5人で行動しといてください。 A ブロックの方々はよろしくお願いいたします。したらタイムマシーンのチームと飛車角チーム、じゃんけんで 1P2P は決めといてくださいね。じゃんけん、タイムマシーンどこにいる？ 5 人いる？タイムマシーン、はい、いる。じゃあじゃんけんで 1P2P、 永田正月対ジェネティのじゃんけん、違う。さあ最初はグー、じゃんけんほい。さあ勝ったのじゃんけん、じゃんけん勝ったジェネティ。飛車角、飛車角が 2P を取った。 2P こっちです。はい、じゃあ座っておいてください。じゃあ先方、先方プレイヤーをピロシさん、あーピロシさんにお願いします。そう、切れる。先方プレイヤーを決めておいてくださいね。で、まあ欲を言えばうね軍団と、うね軍団と NK よりももうじゃんけんしておいてくれてありがたいです。で、乾杯チームとやっぱ好きやねんもうあのじゃんけんしておいてくれてありがたいです。一応パンフレットで、当たるとこ決まってるので、せめとりあえずじゃんけんで 1P2P および先方プレイヤーとかをもう前もって決めといていただけると非常にありがたいです。はい、相手チームのメンツ、相手チームのメンツ分かると思うので、お手数ですが前もってやっていただけると円滑な、進行できますので、ご協力の方ぜひともお願いいたします。したら、吉尾さん、吉尾さんどちらに、あの、ああ、はい、したらじゃあですね、と1時ももうとっくに回っちゃってますね。今1時開始予定、まああくまで予定なのでいいっちゃいいんだけど、よかねえな、よかねえな。はい、の長かったゴールデンウィーク、もう残り2日間俺たちのゴールデンウィークはまだまだ始まってすらいないと。ゴールデンウィーク恒例スーパーストリートファイター 2X 5-on-5 大会 ×5 本戦開始します。盛り上がっていきましょう。さあ先方は、さあジェネッティですか、これは飛車角は。そしてタイムマシンチームは S サが、2人いたんだよね確か、吉木さん、あ、ごめんなさい。さあ投げて、さあ飛車角チームは歴戦のフルツワモノどもが勢ぞろいしてるようなチームです。はい、まあかなり、に対して、タイムマシンチームは、運営勢逆です。ん、逆です。あ、ごめんごめん、はい、タイムマシンが、あ、タイムマシンがベテランです。ごめんなさい、はい、すいません申し訳ないです。で、飛車角チームはサード勢と、要するに松田組でですね、運営をされている方々たちが、はい、永田さんと手を組んで今回出ましょうということになったという形ですね。さあしかしジェネティさん相手になかなか厳しいですね。どう出るかというところですね。ただ、飛車角チームには、運営勢松田チームと見せかけてなぜか永田正月がいるので、そこですね見どころ。そしてそれ以外のプレイヤーたちにもかなり期待というところですね。さあハゲさん、ハゲさんですね。エッサーですね。バルログじゃないのか。エッサーですね。確かにバルログのイメージでしたけど、
さあジェネティさんはこういうとこでもなんか餌が上手かったりしますよね、なんだかんだ。まあなんかあまり苦にしてない感ありますね。なんていうかこう対策に漏れがないというか、そういうのはやはり。さあなぜか球を打たないのにあまりきつさを感じさせないというこの立ち回り。さあジェネディさんは数少ない30年プレイヤーなので。そうですね、はい、初代から対戦してる人はさすがに X の中でも少ないです。いやーすごい。さあ圧倒している。おっとスピバーが漏れてしまったが、さあどうだ、乗っかっていく。さあハゲさんはですね、あのかつてマーブル VS、カプコンというゲームで、はい、一時代を築いた、なるほど方なんですが、懐かしいですね。さあ太平さん。さあそして太平さんですね、言わずと知れたサードの強豪ユリアンですが、私も実況よく聞いてます。はい、はい、ただねガイルには肘がないんでね、ちょっと厳しい。壁がないですね。壁があればそのジェネティさん、ジェネティさんのやっぱ唯一の弱点はハメに弱いってことですか。ハメに弱いんでね、ガード不能2択で何とでもなるんですけど。これね、初見ガイル使い初見でジェネティさんに勝つのほぼ無理なんです。ほぼ無理だよな。ほぼ無理です。あの飛びがマジで落ちないんで、あのほぼ無理です。なんかもうソニック打たされて、チュワシ打たされて、バンみたいな。あの面白いように技が使いますね。いや、そうなんですよ。だからもうこれ初見で、初見全然勝つもマジ無理っすよ、うん、初心者に初心者殺しを当てるとかもう最悪じゃないですか。マジでこれ無理なんだよ。うわー、しかもヒット確認がしっかり。さあ、おー、チューチューだい。チューチューゲーやるな。さあ、ガード保護がわからない。さあついに来た、いきなりメインディッシュまであるぞこれ。永田正月対ジェネティ。早くない？永田正月にはめ殺されるためだけに一つをやっている男ジェネティ。そして永田正月はジェネティをはめ殺すことに喜びを覚えている。お互いウィンウィンの関係。飛び、まあ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 。なんで対空間に合うんだよ、あれでよ。飛んじゃダメだろ、飛んじゃ。さあ、飛びが通じない。さあ、あっさり。ショーパンチしか押してねえぞ。ショーパンと大パンしか使ってねえぞ、あの人。ボタン2個でいいんじゃないか、あれ。さあ、そして、あれ、角さんじゃないですね。小村会会長、森さんですかね。かなり、古豪のプレイヤーっていうか、多分 X は今やられ、ほとんどやられてないと思いますが、ここ2年ほどは、某飲み会で、そうですね、はい、まあ、あの、カメラ屋さん飲み会あたりでお見かけするかなっていうイメージなんですけど、はい、お会いはしてます。さあ、これがハマっている。さあ、はめられて嬉しそうなタイムマシンチームですが、さあ、苦しい。さあ、壊し壊し。厳しい、厳しすぎる。さあ、おっと、ツノッピが行きたがっているが、クロッチーが行く。エスホンダにブランカーを当てる采配、どうなんだこれ。ただね、あの、確かにクロッチさんね、まあ、うまいっすけどね、そういうの。ちょっとエスホンダ戦、ちゃんとやってるんですよ。あの、なんか、X ホンダ戦では使えないけど、エスホンダ戦は使えるみたいな。さあ、開幕2万円ジャンプだったが。2万円ジャンプ。さあ、前捨てから噛んで。クロッチさん、結構、それエスホンダね、投げに行っていいとか。まあ、エスホンダは全然投げにがありですね。いろいろやってるので。さあ、暗い噛みつき、いろいろやってくる。あっと、相打ち、これは痛い。さすがにこれは苦しいか。おお、飛び込み噛みつき。
さあ、角さんが楽しそう。さあ、煽りがひどい。うまい。おパンで落とした。おう。さあ、キングスキが来る。結局、あと、おっと長田投げがバレていた。投げ返されて。投げ返す。今のは危ないやつだよな。今のはホンダフリーズ仕掛けたぞ。大丈夫か。このゲーム、Sホンダの投げ、画面端近くで受け身を取ると、ゲームが止まります。永田正月失格になります。その場合はそれを狙ってかあるな。それを狙ってかあるぞ。まずありえないんで、あのちゃんと明文化してませんが、まあ失格でいいと思います。音百貫で二択を逃げる。さあ永田正月3ラウンド目をちゃんとやっている。下がっていく下がっていく。だあ立ち正キックがバレている。さあ、そしてさすがにガイルは最後ということでポニムラが行くと。大丈夫なんですかこれ。どうなんですかね。大丈夫ですかこの組み合わせは。さあもうね、あの令和に変わったって言ったのにね、なんかあの昭和の怪物みたいな人たちばっかりやってるのどうなんだっていう、この新時代もクソもあったもんじゃないみたいな。さあ、出足がいい。さあ、めちゃくちゃ歩いてるが。だー、ダブラリ回っていたが、今のダブラリ…頭突きを打っていない永田正月。今のダブラリはかなり感じますね。さあ、打ち。これは、お、頭突きか。さあ、垂直ジャンプキックでしたが、さあ苦しい。あーっと相打ち。さあ、あっという間の4人抜き。これがスト2そもろもろか永田正月。しかしさすいごとガイルはキャラ相性的にはかなり悪い。そして永田正月のことをよく知っているスドッピが相手ということで、さあ反応できなかった。あ、音なんか画面お互いミスったが、画面端は継続が、さあこれは、これは終わりですね。ほぼまあしょうがないというところ。まあ最後ね、あの位からサマー出すかどうかだけ読み合いでしたが、そこもしっかりしのいだと。さあ2ラウンド目も平気でソニックを打てるあたりがしかし太いですね。あ、おっと、おうまい。 あの登り蹴りは角さんお得意ですね。さあ、さばいている。あ、2ラウンド目はガイル圧勝。さあ、さすがにバックジャンプ。あ、ゆち。さあ、これ当たるとしゃがみ中必死の暴れ。あるあどうした。あかん、これめんどくさいぞ。おリバースピン。おーおーおー、サマー出せよバカと。よあお、読みの読み、永田読み読み。しかし体力差がひどすぎる。うお、さあガードして、相打ち。永田正月5人抜き。ご満悦でしたね。それでは配信筐体の方では、うね軍団と NK 流、第2筐体の方で、どこだっけ、乾杯とやっぱスキャネを行っていきます。まあ、結局1ラウンド目の100巻に反応できなかったのは
高くつきましたね。あれなんか地上だで落とさないですかね。無理でしょ。地上だで落としたらめっちゃ外流になりません。まあまあ確かに。落とせたらだけどさ。なんかでも S ホンダはね、あの X ホンダよりもね、まあ、判定弱いからね。あのそうでね、結構後ろスポットやっとくとね、一方がちっちゃいするんだよね。なるほど。結構なんか真上から来てもなんか後ろスポットったら OK みたいな。へえ。言うて最終的には S ホンダの方が差が広がる気がするんですよね。まあ X よりそうだろうね。X よりはい、じゃあうね軍団と NK 流始めてください。ところで、本日ジャイ来てないですか、ジャイさんは。まあ、後から来んじゃない。よくわかんないけど。さあ、パンフちょっといいっすかね、一部解説用に、はい。お、と言ったら来た。先方は、あ、どうぞどうぞ。ヌルポガエスケとクスモンドホンダ。さあ、S ケンホンダということで、かなり、NK 流が読み負けた感じですが。さあ、食らって、めぐりは勝利出る。さあ、いいですよね。このやっぱ、うね軍団は、本当、20代前半の、まあ、若さは感じますよね。はい、20代前半ですかね、皆さん。まあ、それに比べて、NK 流は、うん、まあ、割とベテラン勢といったところ。少ない、一番低くても30超えてますから。さあ、3回勝利。 S 剣はきついな、ホンダ。さあ、竜巻折っていくな。さあ、引っ掛けて客観を重ねるという。さあ、お互いノリでやってるか感じもあるが、ノリでやるとね、これ S 剣勝つからね。大勝利。勢いのままにクスモンド撃破。 NK 流は何ですかね、バイソンかザンギですか。ザンギやっぱり軍勢ですね。まずはしっかりヌルポガさんを止めようというところ。ただ S 剣がマジで強いですから、全然ザンギというのも。さあ、軍勢の龍拳戦、ザブラリがヒットして、さあ、昇竜昇竜、あーっと、なぜか食らっていたが、繋がらなかった。さあ、分かんなくなってきた。あー、パイル、これ受け身ない。さあ、ダブル当たって波動拳打っちゃってますが、投げ返し。さあ、スクリュー、ダイヤスと相打ち。結構そのさあ、暗いスクリューで、どうだこれ。暗いスクリュー来たが、どうだ。バックジャンプ。さあ、しゃがみ中盤置いてある。結構 S 剣の飛びが強すぎて、なかなか落としづらそうですね。結構剣飛んじゃっていいんですよね、そうするとなんか残機がちょっとどうしようみたいな。さあ、ただあっと、さあ勝利を誘ってますが、なかなか打ってくれない。投げるダブラリ、この目くらい分からないと。あー、わー、ガードしてるので頭突きが入らない。さあ、ダイヤシが当たって、さあ、おお、投げる。これは軍勢追い詰められた。ダイヤシ、ダイヤシ、バニーで来るかー。出た出た。
さあこれは NK 流非常事態ですね。さあ直樹バイソン、でも直樹くんももう30いったんじゃない？さあ中足が強い、エスケンの強さが遺憾なく発揮されてます。さあ乗ってる、乗ってますね。昇龍が当たる、投げる。やっぱね、エスケンは乗らせると良くないですよ。立ちの悪いからではあります。エスケン中足強いな。さあ強気で掴みに行く、もはや殴り合い。投げて、さあしかしクレイジーが溜まっているのでさすがに厳しい。さあ掴む、さあ直樹もでも強気ですからね。さあ相打ち相打ち、これはバイソンが美味しい。投げる、受け身がない、掴んで、ああ投げ化け、立ち終盤。ウサピー、ウサピー来ました、ウサピーが、ウサパンチですね。さあバイソンに対してガイル、ガイルかな。バイソンちょっと困りますね、確かにね。確かにキャミー、ガイル、まあ龍か、龍ガイルですかね、普通に考えれば。キャミーとサガットは厳しいですから。ということで、ウネガイル軍団長自ら登場といったところが。さあさあどう出るか。お、裏剣タイグ。さあしかし的確に技が置いてある。おお、後ろそばとを使う。ダイヤシェイント、あっと、おっと、サーバー。腕くんも見るたびに成長してますね、なんかね。そうですね、非常に上手くなってるなというイメージです。いや、本当にジロケンさんみたいなスタイルだったんですけど。さあ、相打ち。さあ、そのまくうまい。さあ、こっからの起き攻めが、ま、クレイジーも溜まっているぞ、見てから。今のは見てからっぽい。ただ直樹は私はよくパラしますと言ってたのでパラしかもしれない。あっ、さあ大ヘッド、ウサピー来た。さあ一気稼いでダメージを稼いでいる。あー、垂直に出る、苦しい。うー、ダッパー、ダッシュアッパー。さあバイソン2人抜いて、これで中堅同士。さあデレローさんの竜、ここで止めたい。さあ掴んで、ここで竜で止めたいですが、さあ見てからヘッド。さあこれは誘ったか、これ残ってるメンツもやっぱ、まあ吐く固定厳しいですよね。サガットとキャミーなんで、キャミーですからね。残ってるここでカットがないと本当きつい。残ってるベガとかも超きついですよね。まあ投げ返した。さあ今のもちょっと危なかったが、さあシュート見てから光り返そうとしたらコマンド消された感じが。真空すぐらい。さあ使わせて中足。投げ返し強気。さ
さあ、すかしてあとはしっかり対空を見ている削っていく、まあ、下がったよりはキャミーだと思いますが、まあ、どうそうすかね下がったよりはキャミーだと思いますよ、まあ、どちらかといえばどちらかといえばあのー昔、水月さんとか中村さんとかはね、だいぶバイソンはまあまあ全然マシみたいなこと言ってましたからまあ結構中和性チクチクやれる前までいければという、ただやっぱね、無責任グランドがね、かなりそうなんですよね、あと今やったら気ままな前飛びとかも落としづらいんですよ。さあ、くぐりつかみが入って、これは厳しいか。振りかけ呼ばれている。ヘッドで落とす。さあ、これはチャッシュ、さあ大将固定、サガットはきちいな、きちいな、サガットマジできちい、残念ながら青パンではないサガットですが、この距離がきついんだよね。これは厳しい厳しいね。もうクレイジーがガードできない。うく、右目の前のあのしゃがみ中パン連打もね、下タイガーも打てないということで、掴んで、うわーきつい。さあ、ああ、これは、ああ、相打ち勝ったのは NK 龍。ホタテですかね、直樹さんの。さあ、では手前の筐体でグランドダブラリースピニングツムツム Z 対頼む。次どこ？あ、つむつむと頼む。はい。いる？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 頼むいる？頼む。小高チーム。小高チーム。小高とあと焼き鳥さんとか。小高、想像、赤ブラ、焼き鳥、ダカム。いますか？試合ですよ。秋田つむつむさんいますか？のチームはもう集まっておいてください。秋田つむつむさん見ればすぐわかるよ。チームシンガポールラーメン屋の店主みたいな感じだから。集まっておいてくださいね。秋田つむつむさんいます？でかい人。小高とか行きたいのか？小高いる？小高焼き鳥、小高、あ、いるいる。想像、じゃ、じゃんけんして、じゃんけん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 して、じゃんけん、バンさん、じゃんけん、じゃんけん、とりあえずじゃんけん。さあ、仲間絶対いるんだけど。まあ、別に。まただよ。まあまあ、落ち着けって。落ち着けねえだろ。今回は、あ、ワンピー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 。じゃんけんした。ワンピー向こう。いる。じゃんけんしたからいる。全員揃ってるのか。先方申告で。先方セロテープさんに申告してください。なんか想像がもう座ってるけど。はい、じゃあ始めてください。
第2筐体の方も空いたので、チームシンガポールと、飛車角チームシンガポールと飛車角あれ今日はパルクリエーションなの想像想像でパルじゃなくてあれは5か、はい、第1筐体始めてくださいスタートお願いしますタコ太郎 Z さんの竜と創造のフェイロンこれもね、まあ、竜有利って言われてるけど創造が中間距離の波動拳が見えるらしくてマジっすかあれ垂直垂直できる垂直でるしできるし ああいう感じでだから結構強気の波動をあんま食らわないっていうねほぼ食らわないらしいですよあの位置の被弾してくれないと困るよねまあそうねあんな感じでああ今なんか見てからなんか飛んでるっぽい雰囲気あったな今だろー、うん、さあ見てから抜けてる見てからができるだけでだいぶ強いっすからね見えてる見えてるさあ起き上がりに大キック、ね、リちゃんかクラッチやべえだろしばし今クライナーがされそうでしたがまあ連携がなんか独特ですよね想像は大パン対空あれは引きつけて大キックを打てば潰れますか確かにまあちょっと支援が出ないと思ったがいやでも悪くはないおおちょい待ち投げあれ支援と二択になるから嫌だよねめんどくさいですねさあここで出るのはウサマニさんですかねザンギザンギザンギでいいのかザンギですよウサマニさんはザンギ使いですかいや知ってるザンギでいいのかとキャラ的にあまあチュンリーもきついしサガットもきついしあベガーなんだろうけどまあ残りの見てからっていうブランカと、ガイルにきついねホンダブランカガイルホンダ S ホーク S ホークか確かにさあ、ダブルで返してあとミスったジャンプしてしまった何をやろうとしたのかさあ、初代キック冷静ですねさあ、何決めて起き攻め大パンから3、4段決めて逃げて中キックあれ中段にならなかったですねあれ、暴れてると中段でしょ早すぎたんじゃんああなるほど普通にちゃがんだったら当たんないのかないや当たる当たる当たる、うん、当たると思うさあ2人抜いて想像逃げ中キックってさっきの最後のやつさ中段なのしゃがんでたら当たるあできるの引きつけてああ下手だから想像さんが下手だとかさ あ, さあそして秋田つむつむさん結構タイミング難しそうですよねまあねまあそういう択にしなくても、まあ、フェイロン十分強いっていう、ね、ベガこれはなんかベガって言われてるけどなんかでもコエモン攻略からするとかなりきついみたいな感じよ ベガ、ね、まあでもあのキモマル勝ってましたからねこの前ねまあ、そうそうはいあれ多分思ってたよねいやこれきついな上り小中盤とかで上り小盤ですかね小盤うん肝丸なんか最後中盤でやってたじゃん あれはちょっと遠かったからか距離がまあ多分そうだ距離とかもあるんだろうね、うん、あ画面中央だったからかさあめなんだめくりからこれしっかりガードに当たったのかなあれ中キックあー見てからから切ったっぽいですね今いやあれ見てからやるとねベガ側はねちょっときついんだよなディレイあ遅らせからあとミスったかダブルに出していくが、体力ゲージ的にかなりきついぞとりあえずナイトメア止めたい溜めたけどまあ球なしだとね当てるタイミング難しいですよねおいい大キックいやー体力厳しいぞ見てから、うん、あれはちゃんと引きつけていかないと負けるんだよね、早めに出すと乗っかられるんだよねかられるのかななんか勝利も潰すじゃんあー画面端起き上がりじゃない
から大丈夫じゃないか。なるほど。よくわかんねえけど。多分ね、早いとダメなんだよ、あれ。引きつけたら、さすがに無理なんだけど。さあ、ハルさんのチュンリー。残ってるのはハルチュンリーとバンガクサガットですね。まあ、さすがにサガットは出せないと。あ、しっかりテンション合って。めくりは、おっと、を潰している。あれ潰せんのいいっすね。出してしまった。いや、ミスったが、投げられて百裂で。さあ、強気の劣化。これは、おっと。なんだ技が出ないと思ったか。ジャンプショーパン。ジャンプショーパンが、カブセーブ気味になって、対空対空できないんだよね。まあ、そうですね。テンションとかで落とすしかないかなという。立ち中キックでもなんか落ちそうじゃない、地上技だと。下から早く出せればという、ね、感じですけど。あ、うち、ゲンゲ画面端が近いのでチュンリーもやりにくそうだが、背中投げて。いや、しかし投げたらちょっと安いんだよな。ゲンの方がいいのかな。あーっと、ミスった。背中蹴りじゃなくて、左下中キックで逃げるだけ。さあ、半角にならない。さあ、殴りに行ったところに真剣。見てから。何を見てから。ああ、多分だから、ダイパンのモーションが見てから。オーラーパンチ見てから真剣ですよ。多分。まあ、想像サングラスになると ね。できますよね。まあ、そのぐらいやらないと、スト5は10万ポイントとか取れないということですね。さあ、大将、万学さん、なんとか一矢報いたい。上タイガー。上タイガーをなぜなぜ支援で避けるという、しゃがんでればいいんじゃね。本当にこの人見えてんの。とりあえず球が出たから打ったみたいな。確かに。まあ球は見えてるね。さあ6段つなげ、置き攻め。おっと、立ち壊し。3ヒットつながってないかな。何しようとしたの今。よくわかんないですね。内科しよみ。なるほど、新しい。でも本人結構首かしげてたよ。なんかおしゃれコンボやろうとしてたよね。まあそんな感じだと思いますけど。しゃがみ中足スーパーキャンセルとかじゃないの。あ、できるよね。確か。さあ苦しい。でタイガーになんか合わせようとしてるぞこいつ。立ち台パンとか。あ、30番これで想像が5立て、うん、運営に優しい想像でした。次がシンガポールのタイムマシーンはやってっから NK 流と、乾杯とやっぱどっち勝ったんかな。乾杯で NK 流と乾杯です。これウィナーズ全部やるの先に。ウィナーズです。なるほど、はい、NK 流と乾杯。 NK いますね。 NK いますね。乾杯いますか。乾杯ってどんなチーム。乾杯、ブンチン、シャル、シーパラクサ、エンベルト。ああ、なるほど、津田沼チームですね。津田沼仲良し5人組ですね。津田沼チーム、ちょっと、じゃんけんこっち、じゃんけん。草とこっち来て、こっち来て、じゃんけん。と、クスさんのとこでしょ。じゃんけん。ここは結構見応え。じゃあ、ツービーこっちです。ツービーこっち。そうですね。ツービーこっちです。ツービーこっち。ワンピーム向こう。ワンピーム向こう。はい、入れ替わってください。さあ今んとこ誰が活躍してるのか津田沼チーム気になりますね。まあ奥の台だ。シーパラさんが負けたのはちょっと見てました。流戦でチーム負けたよね、バイソンに。これ1回戦ね、危なかったっぽいんですよね。なんか結構盛り上がってましたもんね。乾杯と、まあスキヤネンチームは女子が多いんで、タメコさんの歓声がすごかった。そう、楽しそうにしてるっていうね。戦法決まったら先ほどは、直樹くん活躍したのかな。そうですね、五立て。五立て、五立てです。あ、五立てなのか、はい、ちょっと危ないところからの五立てっす。スモンド、グンゼが抜かれてからの五立てですね。あ、これはだいぶでかいです。まあ、デゲシュ、ドモザがいるんでね。まあ、ウネ軍団、若手とヌルポガさんがね、スモンド、グンゼを抜く大活躍だったんですけど。あ、エスケンで、はい、バイソン戦も惜しかったですよね。まあ、悪くなかったですけど、直樹くんの強気の内外しが2回決まったのは。ああ、内外しが決まるとね、うん、お、向こうなんか正月が出てるぞ。出てるってことは向こう大将じゃないか。始まりますね。はい、飛車角シンガポールと飛車角やっ長瀬さん大将。大将かな。いや大将でしょ。あのチーム長瀬さん大将ことじゃないの。
はい、どうぞどうぞ。いや、さあ、グンゼとペルオ、これはちょっと津田沼チームミスったか。ザンギバイソン、これザンギ戦はグンゼ相当強いんじゃないですか。まあバイソン戦はかなり自信あると思いますよ。バイソン今関西誰が強いんですか。ダンジーが強いって聞いたんですけど。ダンジーさんは強いっぽいですね、出た。あー、受け身取ってない。これ終わった。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。あ、なんかダブラリー、これは終わった。あっと中央に行った。優しい優しい。いや、優しいけどこれどうすんのこれ。バイソン、いや、ファイル中ヘッドダメだよ、中ヘッドダメだよ、中ヘッド多分なんでコーチしてんの。いや、なんとなく津田沼チームなんか応援したくなるんですよ。あ、ダメダメダメと。スクリュー入って、オギャリー、おっと、もう一遍いったか。しっかりとヘッド、バックジャンプ、スクリューは入って、さらにこれはさすがにと間に合わないわ。さあ、グランドグンゼのあのね、コパンがね、非常に、あ、どうすんの。立ち中パンとかね、あ、変な技使わないとダメ。まああとは前に踏み込んだ台足とか。いや、負ける。台足の出上がりを止められる。へえ。奥は永田さんが2人抜いたかな。あ、なるほど。で、文鎮ですね。文鎮かぶせで、そうです、まあ、ここが重要だと思います。でもこれ勝ってもね、クッスいるんでね。誰、ナオキ、ナオキ試合してますよ。ナオキいる、ナオキ。だから電話番号とは知らないの。あれあれあれ、あ、永田正月が敗れた。あれ、文鎮さん大丈夫。おお、さあこれは、あー、ミスったミスった。危ない危ない危ないぞ。お、しっかりだよ、しっかり。いや、あ、飛び込みもちょっと怖いな、あれ。あれはなんか違う、ダファザー出そうとしてくらいましたね。確かに見てからで避けようとしたんだ。あー、しくらいし、さあ、クラシン、これはしっかり出しましたね。奥、どこと頼むと飛車角、奥は、頼むとシンガポール、チームシンガポールですね。あ、チームシンガポールですね。飛車角とシンガポール終わった。シンガポール勝ち、シンガポール勝ったんで、頼むとシンガポールですね。シンガポールそのままお願いできますか。シンガポール頼むチームいます。頼むチームってどこだ。小高創造、赤村、焼き鳥、中村は試合です。とりあえず A ブロックを全部やるっていう感じですよね。そうです、そうです。なんで A ブロック出てるチームはなるべく筐体周りにお願いします。シンガポールじゃんけんお願いします。小高とじゃんけん。さあ、グンゼが文鎮を下した。これはちょっと津田沼チームまずいんじゃないか。まあ、ここまではある程度予定通りの流れだったと思うんですが、いや、文鎮負けたらまずいでしょ。だから、そうだから文鎮負けたのが予定外というところ。まあ、これ草が取らないと、草が踏ん張んないと全員行かれる可能性ありますよ。確かに。あーっと、確定しない。これはしっかりと、バックジャンプ、バックジャンプだって背中蹴りか。背中蹴りでしたね。あ、背中蹴り発生が2フレ ?1 フレか、1フレらしい。マジそんな速いんだ。うん、発生1フレ、バックジャンプが2フレらしい。だから背中蹴りが一番いいらしい。やべえな、あの技。うん、いや、通りで投げれないわけですよ。確かにだから投げれるときはビタだっていう。あーっと、ダブルやべえと言ってしまった。今ガードでよかった。いや、多分溜まってなくて、気候で溜まってジャンプしちゃったから、あ、溜まってるっていう、やばいだと思うね、あの言い方は。つい飛んじゃったんだと思う。まあ、溜まってないと思って。そこら辺はやっぱね、やり込みの軍勢ですから。さあ、草はこのとこしかし、非常に安定してますね。安定してますよね。なんか、前はちょっとイケイケっぽいところがあったけど。一感向けた感ありますよ。さあ、画面端。まあ、あの、スターカップでもね、フジモン惜しかったですかね。あっと、今大丈夫。あーっと、今のちょっとグンゼ見せたぞ。響いた。あっと、これはさあ、見てから、まあ、バレバレバレ。ただね、あれダブルで出ないと負けるんで、ボタン押すと勇気いるんすよ。確かに話で出ないからね。うん、ビタ押しミスったら死ぬからね。あーっと、あー、なんだラッキー、裏パワーになってた。ラッキー、多分
あれじゃない？軽投げ、まあ、アトミック入れようとしてだよね、うん、スカッタみたいな形。あっと、これはあっ、なんだ、バックジャンプ、バジブラ、まあっ、いや、まだわかんない。あーっと、登り上げて、飛んだ、これは完敗、かなり苦しい。うまく取りましたね。これはもう竜とバイソンしかいなくて、まあ竜でしょうと言ってますが、竜だと思うけど、あ、シャルが行った。シャルはでも5人抜きする実力ありますからね。まあそうですね、爆発力が非常に。ただザンギをどうするか。ザンギ戦やってないんじゃないかな。しゃがみ大パン。おっと、これは半角取られなかった。お、中パンと相打ちだった。大地しっかりと削って差し込み。さあ、これはガードしている。なんか中パンチも負けたぞ今。前によるんじゃない。あ、ヘッド、さすがに近かった。いや、これはちょっときついぞバイソン。いや、今の飛びも、おっと、うん、最速反応。あー、あー、ちょっと上がった。いや、これ軍勢がいいですね。非常にいいですね。まあちょっと1回戦ね、ね、ちょっと活躍できなかったっていうのあるんで、負けちゃったんで。いやいやいや、やべ、ヘリ、ちょっと待って、コパンしか当たってねえ。おお、見てから、これはしっかり決めてが、まだまだ死なない。立ちコパン繋がってる。立ちコパングランド仕込みですね。いや、まだ分かんないぞ。しかし投げねえ。しかし、あー、当たった。強すぎる。さあ、大将シーパラ、シーパラさん、竜ザンギ、竜ザンギですね。相当辛いね。もみおとシーパルさんやってんじゃないかとはいえ、弾き亀端チワシ、あーっと当たって、はいはいはい、がしっかり返して、タチコパン発生に触れ、さあ、あーっと中足にアイアンクロー見えてる。強いな、ウッゼがゴタテにリーチ。このチームゴタテするかね。大地、まあフェイロンが鬼門でしたけどね。大地、これはシーパラが踏み込みが素晴らしいぞ。竜巻暴れ、しっかり半角にスクリュー、これはしっかりガード、大足で対空。さあ、わずかにリードしてるが、まあ真空があるんで、絶妙の前のあのね、ダブラリがね、非常にいやらしい。あれ見てるとね、スクリューもあるんでね。さあ、踏み込み倒し、よく足を差し込んだ。かなり前に歩いたぞ。ゴタテをなんとか、あーっと見てから、中、しゃがみ中パン、ダーシー、台足が決まりまくってますね。か、しばらくしっかりガード。さあ、弾き、画面弾き、あーっと、これはガードした瞬間に決まるってやつか。さあ、軍勢5立て決勝。そう、ただまあ奥でまだ相手が決まってないんで、これ向こうって配信で帰れます。これ奥って帰れます。大変さん、これ配信奥で映ってます。奥切り替えできるんですかね。売り替えできます。できない、できない、変わらない、できない、できない、ない、できない、オッケー、はいはい、了解です。じゃあ待ちましょう。じゃあ今もうウィナーザーできるとこはない。うん、ルーザーズもどうなんだ、できるとこあんのかな。やる、移す、移してやる。でも決勝やるんだったらこっちで移した方がいいよね。だからあそこ終わるの待って。じゃあ待ちだね。とりあえず実況だけするか。今何人目？そっち焼き鳥何人目？ 3 人目。向こうは？向こうは？向こう1人目。あ、エンペラー2人抜いたの？赤ブラと創造抜いたのか。すごいな、フェイロンで赤ブラと創造抜いたらしいっす。すげえ。で、なぜか焼き鳥がフェイロンに勝ってるという感じですね。じゃあ NK チームはとりあえずここにいてもらえれば決勝なんで。相手残ってるのが
シンガポールはトモ、エンペラー、ミスター K、TFO、コブラ。ミスター K ですかね。ミスター K のホンダですね。なるほど、これシンガポール勢ですね。シンガポール勢3人と、コモアさんとトモさんですね。さっき永田さんを倒した。なあ、永田さんを倒したらしいですね。X ホンダで S ホンダ。なるほど、じゃあ相当な実力者ですね。さあこれ半角、いや焼き鳥は結構厳しそうだぞ。シンガポール勢かなり強いぞ。いや、しっかり待ってますね。最近の海外勢の躍進は素晴らしいですね。素晴らしい、マジで。さあ出足が当たる。あーっと、これが落ちている。起きてめだ、しゃがみ出し、しゃがみ出しだと。これはワンチャン繋いでいる。あるある、あるある。脱法失敗。よく出した、よく出した。今のは素晴らしい、グッドゲームですね。こう大パン。さあ、あーっと、これで7割ゲット。これは繋がるの？繋がねえのか、さすがに。さすがに前半目はならず。さあこれで一息ついた焼き鳥、あとはじっくりまた待つのかな。さあさすがにこうなると、まあホンダきついですね。ホンダ攻めなきゃいけないので、まあ、しっかり回してる。あれ奥でもやってんだ。奥もルーザーズやってますね。はい。さあワンチャンを通せるか、焼き鳥といった感じですね。さあ前、あー、これはおっと、おっと、大パン強い。これはしっかり確定高い。あっと、ミスったか。さあうまく釣った形。コパ削れない、この S ホール。あっと、なんか落ちたぞ。うまいですね。いや、こっちに持ってきちゃうと決勝また待たなきゃいけないから、配信には決勝出したいから、ここやんないって言ったよ、さっき。さっき全員に言ったよ。ここま、ここ待ちでって。あ、聞こえなかった、ごめんね。これが今3人目だから、もうちょっと待ってくれる。うん、悪いけど。うん、そうするとルーザーズ全部できるから。はい、あ、それルーザーズになっちゃうんで、次の決勝の試合がの、あー、移します。ステージ変わっちゃうんで、X ステージ結構重要なんで申し訳ないっす。さあめくりが入ってで、TFO ですか今。さあフェイロンが瞬殺されておりますが、おかしいな、これ、これフェイロン有利じゃないの。まあ S だと、まあそれでもまだフェイロン有利でしょう。うん、難しいな。あ、カメラ撮ります。さあそうですね、なんかせっかくなんでね、デイトナの技術力を結集してお送りしております。やりたいですね。 せっかくなんでね、セロ様ちょっとどいていただけると、多分カメラ持ってくと思うね、うん、そっちに、そっちに持ってく。せっかくなんでね、配信をまあ見てる方もいらっしゃると思うんで。足元気をつけてください。ここの辺なるべく、ここあの海以外の方は通らないようにお願いします、なるべく。あと、これはフェイロンが数ドット勝った感じか。いいですね、この臨場感あふれる形。飛びはちょっと出なかったが、そんなにない、が、まあよし。大盤、大盤発生早いのかな。いや、リードしてるな、ホーク。さあ、なんか相打ちするとホークが有利なってる。相打ちしてホーク有利ってやばくない？いや、立ち回りで勝ってんだけど。あー、話しっかりやって、残るはトモリュー、コモダブランカ。そうですね、あと2人、日本勢人2人が残ってると。で、こっち側残ってん誰？こっち側残ってんのは、あ、中村さんとコタカか。中村コタカかな。うん、ホンダ、ホンダガエルか。ホンダガエルだと、ホンダを駒場さんやってたよな。合ってるよね、さっき見たから。うん、あいた、あた、合ってる合ってる。噛んで、さあ、駒ブラがここは仕事とばかりに先に出てきた。あと、これがどうしようさ、ちょっとずつ歩いて、飛びたなー。ピヨピヨっちゃやべえだろ。
さあこれは暗闇。あれね、焼き鳥さん狙ってるんすよ。昨日もなんかね、A4 に決めて勝ってたんで。マジか、うん、やべえな。スライディング1点読みで、あれで即ピオなんすよね。なるほど。噛んで、まあ紙だったらまだっていう大パンが強すぎる。三角が強い。あれ多分対空ないっしょ、うん、ガードするしかないんじゃない。ブッシュブッシュ。いや、あのタイミングはもうブッシュ、まあ、多分出ない、出ないからね。バックステが一番いい。バックスだろうね、うん、噛んでゼロ回か今の。さあ回している。これはあと、これは交錯した。さあコブラも必死。これはブランカが有利だが、こうなるとマイト B。 あとこれはしっかり返して、おお、期待値強気。期待値、期待値強気は駒田さんらしいですね。確かに。トビー、さあ画面が近づくとやばいぞこれ。やーっとバチが出る。めくって下がらない。暗い髪引き殴り合う。必死必死。さあこれは削ってリードしてるな。ブランカコパ、これもしっかりと早出し。三角で強すぎでしょ。三角しかやってねえだろこれは。でもでも、でもまあほんんこれでかなりシンガポールは苦しくなりましたね。3回連続前に飛んだぞいやー何もできないの、やばくない？もう有利フリル取られてからブッシュできないじゃん。電撃よ。入れっぱならギリギリぐらいじゃない。電撃よ。電撃は負けるんじゃないかな。ダメ、負ける。バックジャンプするしかなくねみたいな。ワンチャン、ワンチャン前ステットが後ろステップはもっぺん止まれないけど、まあ、ね、画面端ね、あるからね。さあトモリュウ、まあ流線も相当極まってますからね。このエースウォークに勝ち越せるっていう竜は、まあ、指導ぐらいしかいないんじゃないか。さあこれはこっから終わってしまうのか。いや、一応抜けれる技はあるらしい。とごまかせれば、まあ、やれるらしい。さあやればあれ中足何か透かしたぞ今。どうせ出すでしょっていう。やばいねあれ簡単にやってるけど相当むずいよね。簡単じゃねえからなあとね、やっぱ焼き鳥がやっぱり五立てリーチ人間性の高すぎ、最強だからな。これはつあっ、あ、ミスった。ミスったけど、ミスったが体力差がひどい。結構セーフティーリードなんでは。もうね、コンドル食らえないから、もう竜はやれることが。あーっとかわしちゃった。大石、大石でうまく拒否。あー今はじ、ね、きに真空、ね、ドンピシャ。さすがにはじきはコパン押すよな。まあ話じゃ無理だよな。あとリーチは投げ返されて、いやー今よく真空打ったね。しかし必死必死。当てて見てからうっと直飛び。これはどうだ、もっぺん投げて。これはやばい。これはハマるんでは。中盤、中盤でとりあえず歩きすぎだろおい。めちゃ歩いた今さ、これはなんか急っぽいねあの歩き方が。コパコパ、怖い怖い怖い。だしいい対空。さあ友もギリギリの中で自分を保って今。あじゃあそのままそのままじゃんけん、頼むと NK 流。頼むと NK 流。そのままじゃんけんお願いします。手前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 手奥側の筐体で B ブロックの一発目、令和元年と経験値6553、あ、じゃあ0回戦だ、ごめん。立川緑会、やるのかな、や、ルーザーズ。やる、じゃあ、そこまだ開けといて。ルーザーズ。ルーザーズはちょっと2台でやればいいか。ルーザーズ2台。ああ、じゃあ。うん、だから待った方がいいよ、ちょっと待った方がいい。はい。とりあえず A の決勝。とりあえず A の決勝ですね。先方、先方。NK流と頼む。頼むいるよ、頼むいるでしょ、頼む頼む、ここ想像想像、ちょ頼む、手前側に来て、手前側に、手前側に来て、奥使うんで、
手前側来てくれる、小高、小高、手前を来てくれる、移動してください。こっち、こっち、こっちはまだスペースあるんで。はい、先方は相手決まった、相手決まった、相手決まってるんで、頼むは先方決めれば始められる。まあここは悩みどころでしょうね。まあ頼みも今終わったばっかりなんでね。はい、これはでもキャラ構成的には、キャラ構成的にはお互いホンダがいて回転系がいて、いや始めないでこっちをルーザーズをやるっていう話をした。うん、 B 始めちゃうとまたわけわかんなくてチームも増えちゃうから。うん、そこを手前でやってくれる、真ん中でお願いします。先方決まんない、まだルーザーズを奥が今2台でやってる感じですね。相手チーム決まってんで、そろそろ決めてほしいな。さあ悩んでいます。はい、決まった、じゃあ先方お願いします。はい、それでは着席して始めてください。グンゼと想像、グンゼと想像、グンゼは2回か、2回連続か。そうですね、最初はクッスが先方で、そうですね、はい。でさあ、ザンギフェイロン、これ結構重要なんじゃないですか、これ。確かに。まあでも、ザンギを潰すキャラは多いんじゃない。いや、フェイロンが消えるのはでかいんじゃないかな。あー、なるほど。気が、はい、バーン、まあ、先ほど文鎮は倒してますからね。グンゼやっぱね、フェイロン戦はうまいんすよ。まあ、グンゼ何でもうまいんじゃない。しっかりガード、あとさあ、支援よく出した手前から、うわー、あとこれは痛いぞ。当たって、あー、何をしたんだ今。コパン、多分劣化神拳、コパン支援か劣化神拳か、ストファイブと間違えた。すごい言い訳が出ましたけど大丈夫ですか。まあ言い訳というか、まあ多分本当なんじゃない。まあ本当なんだろうけど、ファイブと間違えたと。なるほど、やっぱこういうところにね、まあ、やっぱ弊害が出てくるんだね。いや、あんたまさか、あっと、なんだなんだなんだ、ミスったか。あ、今支援をミスると思って、なんか入れ込みっぽいバニーだよね、だよね。なんか小技打ってたけど、思わず打っちゃったみたいバニーみたいな。チューパン呼び出しする、呼び出しする、さあ大丈夫、上が出る、呼び出しする、大丈夫。さあ片目が怪しい想像、まあ5やってっかんね、5勢ですか彼は。さあ上は出る、なんか置き攻めに行かない。あ、なんかビリッてんだ。どういうことだ。あ、あとミスた、今のバニーはなんかのミスでしょう。弾き、ちょっと遠かったよね、でもね、しっかり出して、あ、ナイパー、勝ったよ、勝ったよ。超喜んでる、運がいい。こうなるとやっぱりホンダかな、ホンダ、まあ、ホンダですだよね、ですね。向こうが残ってるのはホンダ、リュウ、バイソン、ベガ。まあバイソンでもいいんだろうけど、まあベガバイソンはなんかネタでやられそうな雰囲気ありますからね。これやばいだろうと。ホンダだよ、ホンダ。まあ5いない、5いないからな、5いないからな。はい、逆に間違えないんじゃないか。知らないキャラが出てきたっていうね。あと食らって起きてね、あーっとしっかり出す、話になってなかった。ここら辺がね、あーさ、これは食らっている、多分めくると思った、リバサーをミスった。嬉しそう、なんかすごい喜んでますけど、騒ぎすぎだろ。まあ確かにホンダですね、しっかり見てから、うまいんだわ。おっと今話か、これで OK。想像クラスにあれはなかなか勇気のいる行動ですが、めくりにしたかったんじゃないの。バックジャンプして、さあ100連打、強い、強気、順番これに書いてあるんで見てください。くらって、おき攻め、ピョッチャーめえだろ。あとこれはさあ、ここはしっかり仕事したクスモンド。まあ想像もまあまああまりショックは受けてない感じですね。11、ここでガイルがやっぱ一番いいと思うんですけどね、普通に考えれば。うん、ガイルしかいないんじゃない、キャラ的に有利なのは。ね、ブランカはないし、同キャラは微妙だし、フォークもなーって感じ。相手のキャラも見ないといけないんですが、
まあベガもいるからね、ベガバイソン。さあやはりコタッカーですね。はい、ベガバイソン竜だからやっぱりホンダとかはバイソンとかベガに上げてないのかな。竜はちょっと嫌ですよね。竜に対しては焼き鳥っていう感じが。さあクスモンド、あと裏切り、開幕いきなり裏切り。さあ巣に戻った。しかしソニック当たって、これでだいぶ押し返す。ラインを上げるました、ね、ですね。ガイルステージですね。どういう意味があるのか分かんないけど、おっと今のは。さあしっかり最大を取っていく。中足当たらなかった。コパはうまいな今の。うまいよね中足、下がって中足、うまい。削って、ああどうせ垂直ジャンプするでしょと。空対空、さっきからいいですね。うまいね。なかなか難しいんですけどね、あれね。おっと、今ソニックに。ありて、ホンダがなんとか近づきたいが。あっと、差は出なかったが。しゃがみ込むはうまくね。あっ、これは。いや。あ返したが、ちょっときついぞ。きついぞ、これ。サマーミスがでかいですね。サマーで切り返して、これはちょっと見えてきたか、ガエルの。さあこれでかなりだいぶ、今食らったのは痛いぞ。バイパーチさすがに、よくガードした、よくガードした。さあお互い仕事してる感じですね。ここで何出すんですかね。バイソンか、バイソンベガリーと残ってますが、まあ竜はね、ホンダとブランカいるんで、いるからベガかな。ブランカもいるからベガじゃない。ただベガもね、ホンダベガはあんまり、いやだからまあベガを使っとくと、ああ使っとくと。まあベガの使いどころね、ブランカもいるんで。さあ悩んでいる、悩んでいるが、いこれはやはりベガですね。ベガですね。ただ焼き鳥をどうするかっていう問題が、そうですけどね、重くのしかかるよね。飛び、飛びといいか、ヘッドプレスか、バックジャンプ大パンチ、大キックか、投げて小高がいい感じ。あーっとこれはちょっと付き合ってしまった。ガイカーですね。削って、削って、おっと前飛び、いい。さあ離してしまった。仕掛けがうまい。あのホーバーうまかったですね。うまかったね。ちょっとガードできないね今のはね。おっとこれは食らった、めっくりしっかりガードが下段から。これはピオール食らって、あっという間の1ラウンドだった。できる、コタがうめえな。投げ返ししたところに小足が当たったのが痛かったですね。ね、まあ、直投げと思ったんだよな。バーンストレート。さあこれはかなり小高ペース。あーっとくらった、これは痛いぞ。スカシゲダンは返して、ガード、あーっとランニングメイヤー、これは厳しい。あー出しちゃった、完璧でしたね。ここでバイソンでしょうかね。いやデゲシュ、デゲシュが行く。デギシュ危ねえぞ。さあ何がどう危ないのか分かんないから。チームメイトじゃない小右衛門がデギシュ危ねえぞと言ってます。どう危ないんだ言いたいだけなのか。飛び投げて、ツピ側に行く。取った、これでデギシュモード。昇竜拳出ます。飛びから投げは、投げ返しの中盤。まずはさあ、しかし小高が構わずにソニックで押しまくる。ソニック、ソニックとさすがに。さあ中ゴス真空溜めたい、溜まった。これは体力少ないが、いやでも大キックで一回当たるから。裏剣がちょっと遅かったか、これは出す。あ飛ぶ、あよく飛んだ、飛ぶんだそこ、よく飛んだ。まさか飛ぶとは思ってなかったな。確かに前入れっぱ。さあ打ち合いせ。なるほど、開幕歩き投げですか。
さすがにリーネ通らないでは。あーと、ツーピガに行ったが、ワンピガに帰ってまたツーピガに行ったなんだなんだ、ゲゲシュっぽい1ラウンド。おい、ツーピガ行きたいだけでしょあー、こういうの危ないと、こういうもんさんの解説ですね。ちょっと分かりにくいですが、おーと、ラシタツーピガ行った。あー、今これ、あーと、組んでワンピガ、これは苦しい、デゲシュ苦しいね。竜巻バラシは当たんなかったね。回転のタイミングが良くなかった。返しうまい。さあバラシはおっと中足2位、最近流行るらしいですよ、ね、ガイル使いの中では2位が。なんかアッパーじゃないんだね。まあソリックかとかいけるから、うん、ああなるほどなるほど。はー、まあ連携で横押ししたいっていうガイル側でしょうね。まあリフトだとね、多分横押しにならないんで、うん。さあ大将直樹、まあね、バイソン使いはね、この空気を読まず4立てとかしますからね。前歩き、がっつり前歩き、飛び、ここまで落として、ここまでは完璧。踏んでしまった。起き攻め、すかし投げ、あい、打ちをしっかり打って、通さない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 。さあ完全対応、あーっと通してしまった。出した、まあ、ダブル様だよね。今の大ヘッドで裏に回るとかネタがあるのかな。直前にやっとけばなんとかなるかも。今様は出る。あと相打ち、相打ちはガイルとしては悪くないね。まあ相打ちするものによりますがね、一方的に食らうとね、死が見えるからね。さあ大足、あっあが起き攻め、相打ち、これ美味しい、これはガイル美味しい。サマーと相打ち見てから、いや、投げて、これはた、こういうのだよな、大足、うまい。ソニックも出際に当たりましたね。ちょっと前に出んのかな。まあそうですね、置いた間合いが絶妙でしたね。開幕のソニックもちょっと怖いですけどね。大ヘッドできる、見てから、よく見て、これはしっかりと横し、とにかくラインを上げたい。大足うまい。さあ今の食らったのは痛いか、相打ち、これはもう相打ちで良くなっちゃったので、あーっとミスったが、 あるか、あるのか、あるぞ俺、あーった、めっちゃやべえだろ、めっちゃ減った、半分ぐらい減ったぞ。さあここで中ムー、これは今グラっても大丈夫というイメージだったけどな。あまず赤ブラはとりあえずブランカで、なるほど、残ってんのが3人、こっから分かんないですよ本当に。バイソンのパワーあるんで。さあまずはバックジャンプ投げ返しできる。ブランカも髪がね、主なダメージなんでね、それを返されると結構きつくないですか。まあ、そうですね、それでも噛んでいかないと。あー掴んだ、直樹つかみですね。うわー、大足がうまく置いてあるな。さあ今のはグランド読みの立ち台系ですが、ちょっと差し返された、ずれましたね。当たったところでっていうところはあるんだよな。ブランカが出す技ほぼ一点読みのタイミングでしか仕掛けられないのは厳しいところ。ちょっとでもずれると、全部バイソン側に傾くという。でまあリバランはガードした後はもうグランドが確定でしょ。前寄り蹴りですけどね、近間はダッシュアパン確定します。まあグランドガードはもうほぼ確定だよね。おっ掴んだ、手前落ちをよく見た。さああの髪もな、まあね、続かないんだよな。まああれがもうやんなきゃもうどうしようもないんだけど、なんとかねスライディングと台足を当てたいんですよ、ブランカ側としては。置き攻めできるからね、しっかりガード。いやこれはきついぞ、これがね何も当たんないんすわ、やべえだろう。いやこれはもう無理か。まあまあここまではね、まあね、こっからどっちが行く、焼き鳥、鳥が行った。中村さん大将ですか。これはねどうなんですかね、このカード。まあ
楽じゃないですよね、お互い。まあ楽じゃないですね。バイソン側が完封できるかどうかっていうところだけじゃない、ないかな。まあだから北戦の爆発をどれだけ踏んでるかですよね。爆発でなんとかなんとかこれやっぱそのごまかしのパターンがいくつかあるから。なるほど。それをどれだけ知ってるかという。いやでも直樹いいぞこれ。あとあちゃんと対空できてる、まあ、画面の位置がいいですからね、うん、ここは強気にわざわざが触れます。うまい中盤対空うまい。最後は大パン置いてあった。これは全然あるぞ。開幕開幕いった。これはいやヘッド出たしてない。おお掴んじゃやべえだろ。これはかなり勝負よく見てる。はい。あミスったか。バックジャンプしっかりガードして対空しっかり。いやこれはきついぞ。クレイジーもあるあるね。コパンを突き抜けた。さあそして中村大将、これはホンダが機能しますね。ドランカじゃなくて、ね、さあちょっとなんかこの助っ人外人っぽく入ってる中村さんですが、仕事しできるかどうか。バラ巻きホンダ、バラ巻きホンダですよ。バラ巻きホンダ本人がそう言ってますからね。無責任なバラ巻きホンダですよ。に対してバラ巻いた、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 おっとバラ巻きがミスった。さあさあバラ巻いているわ。おっとこれはバイソンいいんじゃないか。ただね無双があるのであんまり調子に乗ってるとピカーンということになりかねませんが。おっ離した。ここからがハノツ削って、おぉクレイジーの削りの体力差を守りきった感じ。まあ、オイチョをミスったのが出なかったかな。返してバラマーク、おっと短パンチ。あっいや、全部ガードになってしまった。ヘッドが出てる、出ている。ラストワンだ。やばい、ノリノリ、上がしっかりと出てる。しっかりこれはかなりリードしてるぞ。こんなこれきついんではないか。これは鬼無双かなんか当てないと。確かにきついですね。まあ狙うでしょ。あと逃げる、まあ、さすがに。あこれで、いやでもまあそうだよね、あるよね。あうまい。ちょっとかくったな今。おいちょから、まだ、あー死んだ、死んだ。今研究の成果出ましたね。確かにクレイジーの4発目と5発目の間で割り込めるというやつですね。これは今度はミスらない。中村が、あーとガードガードとなってしまった。これはまずいぞ。この体力差は厳しい。あーバラ巻き本田最強説。最強だな。一抜け、いやー勝ち角がするりと逃げた。まあしょうがない、ね、A ブロック抜けたのは頼むですね。頼むですね。まあ勝ち角ではなかったけど、勝ち角ではなかったけど、まああのクレイジーだよね。ガードさえしてくれればっていうところでしたが、しっかり割られましたね。だから3発目も脱破にしたじゃん方がよかったのかね。いやでもね話があるから、まあ何回も話もできないから、そこで入れてるか入れてないかでだいぶ違うから。それでは続いて配信内では B ブロックの0回戦立川緑会と、当日枠1、はい、すいません。はい、お願いします。シカゴ、シカゴチームいますか。シカゴ、シカゴチームだそうですね、当日篠兄さんが。シカゴチーム対、立川チーム。で、奥が、ルーザーズが終わったら、ルーザーズが終わったら、これルーザーズ決勝とかやんないの、配信内で。やらない、やらない、やらないのか、うん、ちょっと見たい気もするけどね。シカゴチーム、はい。じゃあじゃんけんを立川とチームで、
B ブロック始まってますんで、 B ブロックの出場者は、配信台周りに立川緑会は歌舞伎くんバイソン、アニガイル、花丸気流、ウッディーサガット、セロファンザンギフ。あ、黄色い声は盛り上がってますね、ルーバーズ。長津さんが負けたんじゃないか、それっぽいっすね。ね、多分やっぱスキャネが勝ったんじゃないですか。多分そうですね、うん、これ今書いちゃえば、そう、空いてる間に。あー、そういうことか。俺書こうか。じゃあお願いしていい。あ、あるか。さあ、B ブロックの0回戦配信台で進めていきたいと思います。シカゴチームは S 強いな。さあ S サガ対、あ、ありがとうございます。 S サガ対 X サガットですか、ですね。さあ、性能の差の激しい X と S の対決。 2P 側が X サガット、そうですね、ウッディさんのサガットですね。で、S サガは名前は何だろう。 S サガは海外勢、ちょっとお名前が分かりません。まあ、名前の出されても読めないっていうパターンがあるからね。 あるけど。さあ、これ苦しい。今、2位確定ですか。まあ、相打ちにはなるかもしれないかな。おっと、マイジャンプ、多分タイガー兄のミスか。さあ、これは連続ヒット、アッパーが打つ強気、着地アッパーカットですね。飛び入って、はい、ペッチ、あー、ミスった、飛び込み一段、今流行りの流行りですね。流行ってんのか。流行ってんじゃない、大会では流行るというか、なってしまうというか。まあ、昨日はね、飛び込みゼロ段も見れましたからね。ゼロ段もありましたね。さあ、まずは、シカゴが1人抜いて、はいはい、こっちを真ん中の状態で締めている。こっちの締め具合はどんな感じなの。あ、じゃあそれでやっていいんじゃない。うん、できないんだったらいいぞ。じゃあ、B 筐体で、B ブロックやります。令和元年と経験値65,535。令和元年は誰だっけ、チームが。あ、いる。で、マッツンチームわかるでしょ。やっといて。さあ、見てから、ダイヤパーとめちゃくちゃ減りました。あ、タンパチに、タンパチ、あと、これは確定。さあ、さあ、あー、ミスター、中盤ぐらいでよかったね。欲張ったな、今これは。いや、相打ちダブル KO。 まあ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 、負けなくてよかったというところ。負けたら終わり？まあ、ゼロゼロか。ではないんですが。しっかり返して。暴れるのをちゃんと待ってますね。てか、グランド立ち台パンチにグランドタイガーが間に合ってやばくない？さあ、あっと、半角間に合わず。さあ、クレイジー当てて。上はね。差し返し。さあ、一発。うまく透かしていく。暴れ読みをちゃんとしっかりしてますね。あと、ミスったか。さあ、あと、ターンパンチ。多分漏れてしまった感じが。そういうことなんですかね。話しちゃったみたいな感じですかね。あと、踏んだ。いいよ。お、しゃがみショーパンチで止めた。ま、小ネタですね。ショーパンだよね。中パン？中パンっぽかったけどね。中盤の長いのかな。中盤とか見ないよね、下がってるの。まあ、連続技に使うかなぐらい。これはガードになって打つやね。これはまあバレてたな、短パンチか、あそこは。まあ様子見、難しいよね。一回様子見でいいんじゃない。
あ、なるほど。いいですよ。それで。それでいいんじゃないですか。うん、わかりました。はい。はい、おお、間に合った。で、さすがだ、あれ。間に合ったね。いや、間に合うタイミングはありますよ。へえ。そりゃいくらなんで、まああるだろうけど、まあいくらなんでもよく間に合ったな。まあ反応が良かったってことですよね。あと恥恥じゃなかったのか、ギリギリ。うん、恥はさすがに間に合わない、ね。間に合わないね。まあ今の良かったね。さあ、チュンリーですね。あれ、今どのステージだった？ホンダステージだったよね。ホンダでしたけど、ホンダだったよね。さあ、今なぜリセットされたのか。いや、間違えた。間違えた。ホンダステージにするよね。まあでも、やってる時間ある？あ、キャラミス？何だったの今。違う、クレジットがなくて。ああ、入れようとしたら間違えたってやつが。まあ、了解得てもらったらここでやり、あ、OK です。はい、両者 OK なのでこのステージでやります。ちょっと気にする人は結構気にするんでね。まあ、重要なステージありますからね。クレジットが入ってないからといって分かんない人は触らないでください。触るとあのリセットかかっちゃうんで、必ずあのスタッフがいますんで、スタッフが入れるのを待ってもらえる。そうですね、あのスタッフにお願いしてください、うん、そんなに急がなくても大丈夫です。さあ、100列が強い。天章暴れ、100列は強いな。強いっす。まあでも溜まってるんで割と、まあ、ただね、意外と見てからクレイジー当てるのむずいんですよ。確かに引き込むのも早いからね。そうなんですよね。リードしてるのはバイソンで、半端な前で出されると、うん、一発目のクレイジーが届かなくて、ダッシュアッパーしちゃうと当たっちゃうみたいなね、微妙な前があったり。これはないですよね。投げですよね。着地隙ないよね。今のは多分空中でコパンで落とすとかないとか、中パンとかだよね。うん、まあ最悪バックジャンプ。まあちょっと投げ合うのは危険です。当てれば勝ちだったからなんかしたかったよね。いやー、気候圏が強い。さすがにバイソンは厳しいか。余ったが、そうなんですよね、ダッパーを見ると100列やめるんで、うん、まあ端当たんないでしょ。なんでね、グラウンドで行くしかないですよね。これ用意しなかったか。あー、勝った。さあ、これはしっかり変えてて、まあでもまだ使い置きのつかみ。まあ、ここは打たないよね。大パンチ、うまい。しっかりあそこら辺読み合いが発生するんだよな。そうですね、垂直か前ジャンプがバイソン多いですね、うん、前ジャンはテンションに引っかかっちゃうんで垂直かなって感じかな。さあ、ブランカ完全にシカゴ勢ですね。結構いい動きするんですよね、このブランカ。ただバイソンはさすがに厳しいか。厳しいけど前捨てから噛んで、おっと、これは暗い投げ。噛んでスライディングが当たる。グランド、これはヘッドで逃げる。さあ、必死にバックジャンプ。これは溜まってないんで、さあ、これはしかしかなり体力を削られている歌舞伎くん。よく見てる。なあ、しかし一気に逆って、コパンキャンセルグランドですね。上を見ている。これやられるときついよな。やっぱりスライディングが入る周りまでいかないとプレッシャーが何にもかかんないんで、うん、でそこで結構沖のグランドとか、そうなんですよ ね飛ぶのを見てからとかやられると、でそれを見て逆に技を置くんですけど、それをすかされると今度は逆にグランドが入るというですね。確定、yeah. あと、おお、これは運がいい。これはきついね。上、うん、いや、上がよく見えてますね。グランドアッパーをうまくちゃんと使えてるね。ちゃんとね、対空もう、タンパンチはすべて捨ててっていう。さあ、4人目、
あんま単パンチいらないっす、このカード、実は、うん、上が出る方が大事。これはシノ兄のシノ兄さんですね。4人目4人目かな、うん。歌舞伎が3人で来てんのか。そうですね、最初サガットエッサガだったんで、うん、そっから3立てしてんのかな。上タイガー。さあ、しかしシノ兄がかなり、お、タッチ受け。いや、タンパンチよく見てた。うまい。まあ、溜め解放してたから、もうタンパンチしかないだろうっていうことで、中パンチ、中キックを擦ってましたね。あ、B ブロックは結構激戦ですよね。そうですね。B と C が激戦。いや、D もえぐい。まあ、D、Dはちょっと落ちるんじゃないですか。どうなんだろう。まあ、フジモンハンとか、まあ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 、ラムジャパとか、あと経験値6万と5千とか、新人類とかやばいっしょ。マイトビー。さあ、これは、あ、これかからない。いいよ、今割れそうだったが、とりあえずまあまあといったところ。さあ、タンパチ強気にいって、アッパーカット。中アッパーか。さあ、これはエッサーがどうするか。止めた。マルキーの竜ですか。まあ、キャラ的にはガイル、竜、ザンギなんで、まあ竜ですね。確かに、竜しかいねえな。あっと、出ない。上タイガー、下タイガー、タイガーが強い。マイトビー、さあ、マイトビーの、かなりいい感じで打ってんな。打っている。さあ、マイトビー入って、こうなるときつい。さあ、第一波動、ピオリが、あーっとピオらない。受け身がない。あー、上出ない。あ、あ、あ、あー、真空か勝利か。お互いやはり勝利がかかると。ごたったね。飛び、うまい。チャッチキック。おっと、すかして、中ゴスは止めて、おっちょ、勝利拳。ダシ、ダイゴサド見てから、繋がった。端だからじゃない、ね、多分ね、エッサガが繋がりやすいんだっけ。エッサガの方が繋がりやすい。ただ初段が当たりにくいんだよね、エッサガの場合は。なんかすごい、おーっと、引き付けアッパーカット。飛び、いや、相当体力が削れたぞ。アドゲン、飛び飛び、あー、アッパーカット。これ痛い、これはきつい。あーっと、多分竜巻か昇竜のミスですね、起き上がり。そうですね。さあ、これでザンギ2人抜いて、あとガイルとザンギ。さあ、セロファンが行く。なんか指差し確認してるけど、セロテープ。まあ、セロファンという名前だけど、尊敬しているザンギ使いは、田村だっけ。ポニーですね。まあ、みんなポニーって言うよね。はい、まあ、グンゼすらポニーだからね。まあまあ、グンゼがポニーでしょ。あ、グンゼ自体がまあまあそうだポニーなんで、まあ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 。お、なんかザンギがエネルギーを送ってるが、全くそれがザンギ使いのなんか緑残儀会らしいからな。あ、なるほど。なんか、てっきり俺、頂点は力屋さんかと思ったら違うらしいな。え、誰なの。え、知らない。知らない。過去の人だからだってセロテープ言ってたから。おお、なるほどなるほど。確かに過去の人ではある。どんまいどんまいと。さあ、送るエネルギーの量増やしたっぽいが。さあ、今のは隠ってんね。エネルギー届いてねえじゃん。何もできなくね。できないことはないんだろうが、苦しいね。無理っぽく見えるんですけど。足、さあ、お、悪くない。やる、よかった。さあ、エネルギーをさらに送っている。やっぱね、ジャンプが低いんでアッパーカットが出ないと。あと出したリバサはし、まあね、まあ出し毒ってところありますよね。
苦しい。さあ、これで何も食らえなくなった。もう飛びがね、飛びがマジきついからな。こうなってどうすんの。ああ、かくった。さあ、大将で残るはガイル、アニガイル。コインすぐなくなるな。まあ、キュークリしか入らないですからね。まあ、そうなんですよね。フリープレイモードがないという X の弱点が如実に出ております。あ、でもなんかね、フランスの大会フリープレイモードありしてたよ。改造したっぽい、ね、改造してますね、それは多分、ね、やばくない。海外進んでるわ。そろそろ改造しちゃう。まあ、もうカプコンにも怒られないっぽいからな。怒られちゃえばいいだろ、何年前のゲームだって。いや、かなり被弾を少なめに抑えて頑張ってはいるんだが、いやー、アップ上がったら出るとき、これが出るとねー、全部取り返されちゃうんだよなー。あー、これ美味しいぞ。投げや受け身ないんで。しかし飛び、前飛びはきちい。どこで飛ぶかのゲームですが、いや、でもアニガイルも相当頑張ってんだけど、迂闊には飛んでないんだけど、結構シノニーもしっかり打ってるんで。確かに。あーっと、ダイヤシー、うまく効いてて。まだどうだ。あー、2強気。今、中足振ったところにだったんで、かくったかな、今。かくったっぽいな、あー、タイガーにもね、隙が少ないんですよね、エスタガットは。あ、そうなんだ。うん、X より少ない。へぇ、痛い。まあ、全体的に隙が少ないのが S ですね。さ、苦しい。いや、よく避けてるんだが。さあ、これは厳しいぞ。あと、あっ、あー、食らった。厳しい厳しい、踏んだ。まあ、似合うよね、これは。さあ、勝ったのはチームシカゴ。じゃあ、1回戦を。はい、では会心台で令和元年と経験値65535で、奥が奥がビヨンド・ザ・ジェネレーションズと新人類。ジェネレーションとジェネレーションですね。じゃんけんをお願いします。じゃんけんもう終わってんのか。終わってんのか。じゃあ申告お願いします。申告してる先方、令和と65000。経験値6万は3番手ぐらい。まあ、かなり優勝候補の一角ですよ ね。じゃあ先方お願いします。ザギチュンリーと福山龍ですね。さあ、ザギチュンリー昨日大活躍。確かに、まあ、本田戦が今世界で一番うまいんじゃないかっていう。まあ、完璧でしたね、ほぼ。よくピロシ倒したなっていうね。フルピロシ頑張ったよね。そのピロシもジェニーに敗れる。まあ、やられるという。あ、どう。さあ、流星はどうなのか。まあ、あのスタイルですからね、大崩れはしないと思うんですよ。まあ、確かに。ただまあ、波動に押された時にどうかというところ。あ、どう。溜まったのは答え。溜まった。さあ、いい間合いでプレッシャーかけてます。こわ、壊し使ってるのは珍しいね。しわし、しわし。さあ、見てから、そろそろね、見てから。あー、飛びが入った。しっかりしっかり連続技、はい、ちょっと安直にいってしまったか。まあ今、気候でもピオリでしたが、うん、もうフルコン。なるほど。いやー、丁寧ですね、本当に。たまった。あと、今のはちょっとミスったか。まあ、関西にはね、何度か遊びに来てくれてたんで、あの、みんな強いのは知ってたんですが、ついに全国にお目見えという。なるほど。フランスのプレイヤーですよね、これは。さあ、使わされて、右側はリード。まあ、そうですよね。まあ、安い。
まあ、ただリードしているのは福山龍。もうこれは逃げ切り狙いでしょう。しっかり大勝龍。まあ大勝龍出るとね、まあね、やっぱり中継飛びは高いんで、リードされるとやはりしんどそう。まあ夜のもね、やっぱ波動があるんで、そんなに簡単ではない。あと飛びが入る。さあ、うまい竜巻。これはちょっと苦しくなったぞ。はまった。うまい。引っ掛けて。さあ波動モード。あと。さあピオらなかった。しっかり抜けて。地上から行った。ちょっと危ないが。これは投げですね。はい。今の地上火災はちょっと怖かったですけどね。まあさすがに多分乗ったないだろうという。乗ったりとタグのあれで。まあ背中切りとかもあるから。ああ確かに確かに。なかなか真空は打てないんじゃないかな。さあここで出てくるのが令和は誰ですかね。あ、津村さんですね。ホーク。ホークチュンリー、ホークだといける方なのか。まあ結構ホーク側からすると他の強キャラよりは全然マシみたいな雰囲気はあるけど、当てて実際にどっちが有利なって言われると、まあまあ、ね、チュンリーじゃない、さすがに。あーっと食らってしまって、めくりがお正面からドーン。これ間に合うのか。うまっ。あーだいぶ出すの垂直が良かったんすかね、確定。いやー今のは出しちゃったなー。残念だよね、読んでたんだけど。さすがに投げには来ないよなー。当てて。あっとミスった。うまい。弾きもしっかり返して。垂直技がうまいっすね。対空もしっかりしてる。これはしっかりガード。さあビンタ、ビンタうまいんすよマジで。ザギさんは俺は結構厳しいな。ジレで飛ぶとね、こんな目に遭うんすわ。さあこれ確定、確定ですね。うまいうまいと。二人抜き。さて残ってるキャラは2回転がいった。ダルシムとバイソンと令和元年デダルシム、藤沼、チュンリー、2回転バイソン。なるほど。まあ同キャラはやっぱりちょっとっていう感じで。いやでも藤沼じゃないかと思うんですけどね。まあキャラ的にはね、うん、やっぱきついからね、うん、バイソンも普通に小足の戻りに単発はしっかり中キックで。さあ痛え。全部食らったね。うまい。安い。いやうまく逃げた。しかし相打ちして溜まったけど、これどうすんだ。強気削る。ああ。あー投げをすごい匂わせてんね、うんうん、まあそうですね。値段がうまく刺さってます。まあ800点だから削れないから、まあ卓に行ったんだけどって感じですね。まあうまく噛み合わなかったな。ガードがうまいね。あまり被弾しないイメージですな。さあしかし2回転がかなりこのラウンドは。これはダッパー、ダッパー、ああ先出し。まあクレイジーが怖くなっちゃうんで飛ぶだろうと、うん、まあそうですね、うん、まあ飛んでなくてもそこからタクっていうのがあるんで、まあ、しっかりガード足までさえ食らわなければと。さあタンパンチは怖すぎ。この鳥かごはきついぞ。タンパンチ全部拒否されてる。やることがないが、お中足で対空した。確定。暴れたな。さあ藤沼でしょう、さすがに。そうだね。うん、ダルシム戦はどうなんですか。ああだから我慢強い。ドリルビンタで落とすのうまいんで。あ、そうなると全然投げに来ないっすよ。なるほどなるほど。まああんま言っちゃうとあれなんですけど、どの用2段入って飛行機、飛行機。あとミスった。これはめくりから投げ返し。投げ、さあ技の精度は逃げる。ザギに分があるか。よくガードした。今前列背中蹴りから
2択へ何言ったな、何言ったね、行くよね、そりゃがむしゃらだね。さあ、これでどうよ。お、よく耐え切った。あー、削れ、おー、壊し白熱、ちょっとなんか繋がってなかったっぽいけど ねまあ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 ですね。開幕機構、強気ですね。まあ、いいラウンドだったね。これは藤沼が結構いいペースだが、しっかりテンション、しっかりテンションですね。投げて、じゃあヒルが、おお、スイッチパン、うまい。これはしっかり返して、これは、いや、まだ分かんないぞ。ゲージが溜まってないので、さすがにしっかりしてますね。飛びをしっかり落としますね。おっと、今度は逆に気候圏。どっちが先にた、あっと、これは投げる背中蹴りひょっとしてるぞ。苦しそう、苦しいね。目が出る、削って終わりじゃないが、まあ、おお、飛行圏、振り向き飛行圏。まあ、チュンリー横が細いから削りがあんまり入らないのか。で、テサンですね。大将テサン5人抜きにリーチ、5人抜きにリーチですね。強いな。開幕ドリル、お、これはうまい。さあ、ブラスト、これはうまい。投げ返して、おお、うまい。パイレーツ、さあ、ここまでテさんかなりいい感じ。バックジャンプ、これはやっちまった、やっちまったな。まあ、通勤に行ったんですけどね。まあ、入れっぱでしたね。ブラスト投げて、投げた、お、中盤投げ返しですか、今の。これはチュンリー側のリードですね。さあ、ビンタが鋭い投げが入って、あっという間の5立て、5ウィンだね。さあ、それでは手前の筐体で映画ドラえもんのび太の S 懺悔兵団とノーミス1秒さあ、進行に優しい5立てでした。まあ、まあ、令和元年も相当いいチームだと思うんですけどね。やっぱザギーさんがすごかったという感じです、素直に。はい、すいません、はい、終わったチームはどいてもらって、終わったチームは一旦はけてください。じゃんけんはしてる、じゃんけんしてるね。経験値65535は、ただ試合は割とすぐ来るんで近くにいてください。さあ、今先方を申告中。はい、じゃあ決まったので始めてください。お願いします。先方はのび太 S 懺悔と、ノーミスの方は S 流なんで、見習いさんですね。見習いさん、見習いさん。さあ、 S キャラ同士スーパーストツですね。怪しい。さあ、のび太さんは、S 流が、流が一番苦手という変わった懺悔使い。なるほど。ダルシム戦とか得意なの？勝ってるとこ見たことないんだけど。あのねー、1日1回は勝つ。なるほど、うん、そんな感じ。竜にあの高めの点ボディープレスって多分少量的だから無理だよね。細かいテクニックが、まあ、S 竜とはあんまやってないんじゃない。ああ、なるほどね。 X とはまあ、まあ、X 竜はいっぱいいるでしょ。いるからね、どこにでもいるし。走った、昔多分しんちゃんとかでやってっから。あと走りもミスター、ラブラリー当てて、あと、ミスター。飛びが速い、飛びが速い。まあでも、チャレンジ精神は認める。おっと、当たらないね。波動拳はさすがにダブラリーで逃げる。さあ、ダブラリー、よし、スカッして。おっと、バックジャンプ、暗いスキルできなかった。
うわあ、入れっぱアントビになるやつですか、あれ確か。あ、確かに悪くはない。さあ、続いて出てくるのは誰ですかね。さあ、ちょっと悩んでおります。さあ、顔が、お顔を存じ上げないので、ギオウさんの S 剣。あ、S 剣、あ、昨日は龍で出てたよ。そうですよね、昨日龍で、龍で出ていただいた。今日は S 剣ということで、誰誰誰。シカゴはそば、試合近いんで。もう試合、もう試合、次試合シカゴいる。シカゴシノニーを探せばいいんじゃないか。グッチ会とシカゴは試合です。シカゴチームいる。シカゴチーム、チームシカゴ、さあ、のび太さんが活躍している。いるっぽいな。さあ、ノーミス1秒は全キャラ S キャラというですね、チーム構成、そういうコンセプトですね。さあ、アントビしていく。ないんですけど、剣にはないね。カルキャン波動、波動当たって、あっと、ピヨらない。あっと、踏み込みがうまく透かして、さあ、ロー足を埋め込んで、 S 残儀が2人抜き。残ってるキャラは S ホンダ、S バイソン、S サガット。 S ホンダいんの？ S サガット。 S ホンダいんの？ S ホンダいます。 S ホンダでよくね、2人。まあそうなんですけど、わかんない、わかんないけど、わかんないけど、いろいろあるんじゃないですか。いや、でも S ホンダまだ温存、温存っすね。ロード君の S サガ出てきましたよ。 S サガ、 S残儀もどうなの。まあ相当積んではいるとは思うが。タイガー、タイガー、多分これはパカッとしっかり出して、おっとピヨって、はい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 と減るね、減るね。多分残儀だからもうちょっと欲張れますが、あれで十分と。勝ち中キックでしょ。うん、まあまあ、ホクホクタイガーいいでしょ、うん、タイガー、タイガー、多分ね、タイガーパート、あーっと、置き攻め、重ねをミスった。置き攻めしなくていいんじゃね。入って、またも飛び込み。さあ、普通にまっすぐ飛びましたね。ですね。まあ、残儀飛びが低いんでね、十分ありです、あれは。なるほど。さあ、出ない。さあ、飛びまくり。意外と、意外と機能するのか。さあ、飛びにしっかりダブラリー。謎の今の立ち中パンチキャンセルスクリューっていうのは連携を見せたんですけどまあ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 、下げる、下げる、なるほど、なるほど。さあ、残るは S ホンダと、S バイソン。バイソンはさすがに強いっしょ。ないよな、 S ホンダだと思うんだけど。なぜ S ホンダを温存するのか、なんかすごい、すごい、でも悩んでますよ相手に決められちゃうよ。一ラウンド終わったらね。いや、悩ま、悩まないっしょ普通に考えれば相手のキャラ構成は何なの。ベガザン、S ザンギ、ベガ、ガイル、ダルシム。まあ、S ホンダいいよね。まあ、S ホンダでいい。あれは S ホンダじゃないんだけどちょっと待ってS バイソンなんだけどなんかあるんだろうね。してくれるから、あー、なるほど、ホンダを残すと。あ、なるほどね、考え方じゃないですか。いや、ごたねでいいんだったら二人目で。まあまあまあ、まあ、落ち着けよその、逃げ場をなくさないとほら、カジマのバカ時間は出ないからなるほど。いや、なんかのび太がすげえのびのびとやってるんだけど、なんか生き生きしてます ね, ね楽しそうだね。軍勢がいない、軍勢。まあこうなるよな、まあね、こうなるよね、こうなるよね、こうなるよね。あ、軍勢、あ、いるいるいる。さあ、大将、まさかのび太が5人抜きするとは、ね、コマ、S ホンダ、
S 残機が5人できて多分ないんじゃないの。まあ多分史上は実現すれば初めてだと思います、ね。いや、ちゃんと小判しか使ってないぞ。さあ、急にじっくりしだした。どうすんのこれ。やっぱ S ボタンでいいじゃん。まあまあまあだって続きもダブラリでさ、運なんだよね、あれね。運っていうか、あの回転数が出てるところで落ちる落ちないとかあるよね。そうそう、引きつければいいのか。さあ、コパンしか使わないですが、下がっていく。なんか観客からなんかクスクス笑いが飛んでくるんだけど。まあまあまあ、関西では割とよく今まで 見られた光景でしたよ。これからまた東京でも見れるようになりますから。確かに。どうすこれ入って、お、飛んじゃまずい。あんたまさか、あんたまさかめくりから、あーと、頑張った頑張った頑張った、まだ全然いける。あーと、大丈夫。さあ、体力だいぶ近づいてはきた。大丈夫か。おっとおっと、なんかちょっと怖いぞ怖いぞ。あーと、うまい、できる、釣った、うますぎる。さあリーチ、さあ S 残機でご盾があるのか。走った走った走った、さすがに調子がいいぞと。相打ちになるんだ、あれ。しっかりと対空して、こうなると会場も冷え冷えですね。あっと、大丈夫大丈夫大丈夫。さあ、まさかの S 残機ご盾があるのか。しゃがみ中盤対空やってますね。さあ、出しっぱ出しっぱ、いけるのか。まあスクリュー、あー、ご盾ならず残念。やっぱり限界が見えましたねS 残機というキャラの限界が。さあ、ここで、ね、おっと、アイデルンさんで速攻勝ちに来ましたね。ガイル向こうはちゃんと分かってますね。分かってますね2人目でございます。まあ逆に言うと、でもここ負けると、あとベガベガダルシムなんで一気に怪しくなるので、それは確かに。さあ、下がってソニック、チラシソニック、ソニック。アイデルン君も相当うまいからね。うまいっすね。おっと、ドラゴンスイープ、ちょっと怖かったけど。いやー、今のはね、頭突き出しても間に合わないやつですね、多分。相打ち、まあ、払い蹴りとかでなんとか相打ちしたかったっていうのはありますよね。さあ、歩きつかみ通じず。いやー、かなりうまいぞ。うま、あ、あるか、あるのか、あるか、ある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 。これはないないない。あー、ガードしちゃった。ないない、言った瞬間にあった。ガードしちゃうとやはりね、ガードしちゃやべえだろ。あー、ガードした。これはこれはこれはまずいぞ。あーっと、死んだか死んだか死んだか。あっという間、一回百貫ガードしただけ。まあそれで死ぬから、このキャラは。そういうゲームだね。こっからベガ、て急に現実味を帯びてきましたね。ベガ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 ダルシムです。これはプライムさん、これはプライムさんじゃ、あ、プライムさんですね。はい、はい、プライム、オルチョ、クマダルという、はい、もうね、この展開でダルシムが出ることになるとね、ほぼほぼおててプルプルですから。まあまあまあ、まあ、ベガでなんとかしたい感じでも、ベガエソ女きつくね、うん。まあで、エキスより楽でしょ。楽なのと思うよ。あの端の張り手どうすんの、あれ。こういうのとかさ、端の張り手はエスのはきついよね。立ち台パン打ちか、歩いてしゃがみガード。いや、エスのはきつくない。いや、と、ゆうべ側は多分エスのは嫌だと思うんだけどな。まあまあそうなんだけど、どうなんだろうな。うーん、そう、まあ、どこでもチョップと、あとどこでも針手だよね。あ、はいはい、どっち大好き。どっちがきついの、どっちがきついの。 S と X、 長田昭和さんきつい。やっぱ S です S ですよ。あー、コップアンが止めた。さあ、雲行きが怪しいね。さあ、熊だるさんが先行く。熊だるさん久しぶりだな。変わってないですね。九州時代非常にお世話になりました30年ぐらい変わってない気がする。変わってないです。熊だるさん
若々しいっすよね。いや知らない多分20年ぐらいしか知らない。いやでも悪くないぞこれ。いい動きしてるぞ。やってるんですかね。いやでもこれは恥はやばい、恥はやばい、恥はやばい。いやよくあるさ。あー飛びが入って、火力が、痛い痛い痛い、火力が、体育が上がらん、体育が上がらん。おっとできる。あーピオーネよ、減らなかった今の脚裂。おお空中パンチ、大キックだと死んでたね。死んでたねあとコパンもか。まああの飛びは読み合いなんでね。怖い怖い、スライディングがあるからやっぱり。さあ熊だるがピンチを救うのか。あうち、あーっと掴んで、これはこれはあるな、ゲーズリーですね。はい、対空やっぱ難しいですよね、ソンダ戦はね。ソンダ台形が非常に強いので、強いんだよあれ。一方的に落ちるのはスライディングしかないんだよな。おースライディングいったそばから、あやっちゃった。あー死んじゃう死んじゃう、あー死んじゃうやつこれ。まあしゃがんでたってことはテレポート出そうとしてたのかな。まあしょうがないです。ああなったらもう基本的にはどうしようもないんで。さあ5人抜きまで王手、あわや5人抜かれるところから、大将は踏ん張る逆ことで。なあ温存しといてよかっただろうな。いや2人目で今落ち着けってあこ、えコイン、え音は割れてる、音は当ててる、マイクの俺の声がでかすぎる。ごめんねごめんね。まあまあ、あの会場の進行としては問題ないですね。こういうもんかさんからうるさいって言われましたから、ね、おと、いやあのなんか中ドスコイとかもうタイミング取りづらくない。まあ端まで行くんだよね中ドスコイは。そうなんだよね。うまい、ノブ10番。さあめっくりがうまく、あー投げる、これはクレバー。いやー自ら走っていくオールチョオルチョマジック、これよく見てた。おっと引っ掛けてどうだ。おっとよくガードした、これは食らわない。宙続きが遅くて、おっとしっかりガード。さあ大慶、今ナイトメア出なかったね。ガクガクってしたよね、惜しい。さあ5盾あるか、あ、ガードしちゃダメ、危ない。がバックジャンプ逃げる。ベガのあのバックジャンプも8000に振れだっけ。8000に振れ。さあこれは終わったな、終わったな。はあ、あ、ゴール抜き、コマエスホンダ逆ごたて。じゃあ2人目でいいっつの。じゃあ次は6555355と、新人類ですかね。これは熱いっすね、熱いっすね、熱い熱い。じゃんけんお願いします。6万5000と新人類。はい、経験値、ゆうべが野口、大西、ザギは集合で。これは本当2回戦で当たるというのはもったいない。まあそれぐらいのカードですねここ、まあ、お互いバルログはいないのかな。バルログはいないね。まあだから声も、あ、いたいた、野口くんがいるわ。野口くんがいるのか。ただ声も、あ、フジモンが、フジモンを誰が倒すかっていうのはありますよね。いる倒せる人。野口、ザギあたりかな、キャラ的にはね。いやこれいなくない。いやまあ同キャラわかんないよ。でも大西とザ、うん、ザギ、いや藤本も多分チュンリー戦相当やってるでしょ。やっぱきついはきつい、うん、バルログにか、バルログで勝てるイメージがあんまないんだよね、魔王クラスじゃないと。まあそうね。じゃあ、え、戦法決まった。まだサイド決め決まったどっちも、どっちも海外勢がいますね、2人とも、ね、そうですね。ワンポイントでなんか、新人類チームは年が近いというか同じぐらいの、まあ若手が多い、比較的若い、20代後半チームですね。
まあだから経験値の方は早めにフジモン一人にしたいという感じですよね。とはいえ残りの4人もね、紫とかね、小江門とかアラバマとかめっちゃ強いですからね。マキリさんも非常にいい動きするんで、先方野口からで小江門、野口小江門、これは経験値65536 OK って言ってるんで読み勝ったと。多分野口くんはフェイロンに当てる一択だったらしい。なるほど、まあ、バルログ前期はいけると思うんですけどね。ただ小江門もバルログ戦は結構やってたんで、いや結構でもきついって言ってたよバルログは。まあ先生にやられましたか昨日は。そうですね、はい、距離見えなくて今日先生見た気がするけど、まあ出てはないけど見た、いたような気がする。あ今日、うん、あ昨日返して、投げて、受け身取らない、投げて、受け身はしっかり距離は返す。さあ、てら、てらさあ、置き攻め、わかんねーぞ。さあ、見えないやつ、あっと、返して、打ってくね。さあ、垂直中継できる、バレてるよと。さあ、このチームはね、非常に多分外野がうるさいです。フジモンさんと小山さんがいますからね。確かにうるせえな、それはね、モンチームうるさいからね。しっかり返して、実況もうるさいよ。五分だな、声はでかいぞ。さあ野口君は今回はかなりいい立ち回り。あと壊しい、ダメ足、投げは受け身取って正面投げて、さあ裏回りできないんでね。投げしかやってね、投げしかやってね、削りで終わり。確かにでかいぞこれ。 DJ か、キャラ的に、まあキャラ的には DJ ですね。これは嬉しそう。さあ速攻いったのは嬉しい。いやー最後まで投げしかしなかったですね。まあテラー怖かったけどね、うんうん、まあだからテラー透かしで5段食らうのが4段とか食らうの嫌だから、まあそのうち刻んでくれるだろうと思ってずっと外してたら最後までやられたっていう、まあ、あれは最後まで投げそうな雰囲気ありましたよね。さあここの大西の役割はかなり重要です。これに勝たないと一気に持ってかれる可能性高い。おっとしっかりガード、おっとこれは繋がない、これは美味しい。ガードして投げ、うまい。ちょっと待って、ガー、今投げうまかったんだけどな、うん、まあ殴り合いになるとさすがにベイロンが強いんで、そうならないように立ち回る必要があります。中足が強いんですよね。さあ今ラウンドの間にゆうべがさんからありがたいアドバイスがあったっぽいんですが、果たしてそれが生かされるのか。強気、うまい。これは確定、ちょっと安いが、いやまあ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 、さあ、うん、安ら、ね、最後まで強気、まあ、飛びが来てもまあ、まあ、しないっていう連続が食らわない位置でいってますからね。ガードして投げて、シュン、さあこの体力はまずい。めぐり健康一滴カットが投げ返し、いやまだまだいけるぞ DJ、 これまだいける、全然いける、ああこれはきちい、飛びが怖い。あー、ジャンプ中継、どっかでスライディング打たなきゃいけなかったんだけど噛み合わなかったね。これはおっと、ゆうべが俺が行くしかないと出てきました。ザギさんは温存、まあフェイロン戦やってないのかな。うーん、あとはだからまあまあフェイロン、ね、まあまあでもベガーか、残ったキャラの中では確かにバイソンと DJ いるんでやっぱきちんと来てるじゃないですか。まあチュニは残したいよね、うん、先ほどご立てしてるしね、動きはいいんで、これは絶対に負けられない。ゆうべがガード投げて投げられる、小右衛門が相当調子いいぞ、投げて、これはちょっと遠い前か、
お、当てて。ペイロンがリードしているが、さあ投げ返す。あ、めぐり。わかんない。正面と思ったか。画面端だったんで微妙な感じですかね。まあ、ユーヤもね、あのシーンでダブルに切られるところ出してないですね。まあ見てから落とされるの分かってんでしょ。あーっと。小江もがいい形で。こっから。あー、台足。そう、台足。今のは狙ってやってるっぽいですね、台足。対策でしょう、多分。あれ、中継では多分食らって死んでますよね。はい。はい。ノーミス1秒と、愚痴かい。上からかぶせて。これは投げたのはコエモン。コエモン3人抜き。さあ、マッツンが行く。これはやばいぞ。かなりいい動きができてる。これはもう状況は圧倒的に新人類優勢ですね。今の負けはでかいな。コエモンの卓が冴えてますね。あ、踏んだ。お攻め。今のは支援待ちかでしょう。支援とあと下がってんでレックにも対応できる。レックは見てから勝利権だね。できるって感じじゃないですかね。そう、今のは抜けとしたところ。さあ、お攻め。うわあ、最大めくり中盤大パン大パンレッカー6ヒット。あれは7割ぐらい減るね。噛み合ったな。まあ、小右衛門が5人抜きっていうのは全然ありますよね、キャラ的にね。勢いがあれば。コパンで止めた。コパンで止めたが、止めた。さあ、苦しい。支援。うわーっと、タッチ大パンで落として。厳しいぞ。もう、打つしかない。うまいが、し。あー、めくりに。さあ、大将ザギー、ノルマは5人。これは厳しい。まずはフェイロン、まずフェイロン戦やれてるのかなっていうところですよね。ここがむしろ一番きつい。今ではまあ藤本もきついけど、マジきついと思うな。開幕ガード、ディレイもしっかりガード。さあ、テンション、このテンションうまい。なんと早い飛びが。おお、よく出した、よく出した。カラキャンテンションちゃんとやってんのかな。カラキャンっぽかったっすよね。しっかりガブして、バブキック。あっと、バブキュー暗い投げ、投げて、よくカラキャンだ。カラキャンテンションしっかりやって。お、よく出した。テンションうまっ。できる、うめえ。ちょっとレベル高えな、これ。まあ、これも返されると思ってなかったよね。え、みたいな。さあ、しかし、この、おわ、これは溜まってるんでね、キャンセルしないで。さあ、うまい。これはしょうがないですね。もう、卓だ、完全な卓なんで。リーチ。うっ。あっと、ミスった。メインで、返して。さあ、うわー、これはさっき見たと。投げー、コエモン5人抜き、新人類5立て。まあ、これはしょうがないかな。ノーミス1秒とと、今、グッチ会が準決勝の第2試合をあっちでやっております。なんでしばらく待ちですね。何人目、カメラ。ああ、そうですね、お願いできます。先鋒戦、まだまだ始まったばっかり。S 流だから、見習いさんですね。これって決勝行ったの、やってるところ。
やってるところか。やってる。途中ではないんだな。さあ出てくるのはロード・エス・サガット。なんかさっきと同じような展開だね。まあ S 残機だったけど、まあそうね。またホンダ温存すんのかな。多分温存してますね。温存してますね、確かに。はい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 、見習いさんが S 剣だっけ、 S 流だっけ、 S か、はい、で、ギオさんが S 剣か。そうです。なんかさっきと同じような展開になってるよ。展開ですけど、まあこれはチームオーダーなんでしょうね。もうそういう、まあ、確かに、まあ一番実力ある人は大将っていうのは全然ありますからね。さあ、置き攻めいってますね。置き攻めを何で行くのかよくわからん。地上から行っても多分しゃがみ投げで全部まあそうですよね。ゲしかも中断ないし、重ねてんのしゃがみ中盤っすからね。さっきと同じ展開だな。ザンギーサガットはザンギー有利なのか。いや、そんなことはねえだろ。X 同士ならワンチャンね、わかんないけど。まあ、X はね。うん。そしてさあ、出てくるのはギオーさんの S 剣。ホンダ温存してますね。ホンダ温存してますね。あと残ってんのが S バイソンか。 S バイソンと S ホンダ。さっきと全く同じ展開で。全く同じ展開か。大丈夫か。まああの変わっ、まあ X 残儀になってるっていうね。ただグッチ界はリュウダのガイルダの残ってるんで、ホンダを取っとく意味あんまないんすけど。まあワンチャン。まあさっきもね、ガイルには、まあガイルには勝ったけどね。ガイルは一番きついっていう、あ、DJ を除くとガイルは一番きついって言いますからね。リュウよりガイルの方が嫌だ。まあ、ガイルの方が嫌でしょうね。いや、よく見てる。さあ、3人抜き。さっきと全く同じなんだが。大丈夫？さあ、先生お願いしますの言葉とともに。あれ、今回はホンダなんだ。早めに。今回はバイソン温存。さすがにバイソンは無理だっていう。さあ、インベーダーゲーム。レバー横とコパンだけっていうね。あ、でもキックも使ってますね。まあ、大頭突きも今打ったしね。あ、大か。大、あれ大でしょ、多分あのスピードは。ちょっと速かった。速かった。どうすんのこれ。てか、ショーは超遅いから。あ、中かなと思って。あ、まあ中かもしれん、ね、多分台に見えたけど、ね、台だよね、台だよ、ね、うん、多分、ね、今も台だよ、ね、台中はちょっとやっぱ遅いよ、ね、なんかやっぱね、微妙な感じがする。ジャックも端まで行くんだっけ。ジャックは行かな い, かない、目の前止まる。中は行くのか。中は行く。おー、今ちょっと危なかったけどな。どうすんの、どうすんの、マジで。あと、チャンス、チャンス、チャンス。こういうことですよ。おー、ワンチャンものにした。まっすぐ行きましたね。まあ、ダブラリとのタクなんですけど。あーっと、クライスクリルはちょっと遠かったか。中盤飛び込みも結構強そうですね。ごめん。さあ、前飛び。空対空が出なかった。続きは下がって、いやー、ホンダ結構いい動きですね。これは冷静。わーっと、今落ちなかったら痛い。ああ、はいはい、あ、画面味いったらまずいぞ。ああ、よくガードした。そうなんですよね、受け身がないから。あの場面ブレーンが一番画面端に持っていけると。超冷静。ファイル良かったかなっていう。ファイル逆にか。ああ、まあでもどうなんだろうな。めくりに行ければ続きが長くるんで、で、まあ安全重ねしておけば客観もないし。ああ、でもね、中攻撃とかだとギリギリ頭突きたまるか出るんだ。ああ、なるほど。
で直投げとどうかっていう。だから小技一発からしか、できなくて、それだと内返されるから確定しないんだよ実はスクリュー。まあ、直パイルっていう、直パイルと坂道。さあこれは永田正月の動き。この動きはっつって。この動きはっつって。知っているのが雷電状態ですよ完全にこれ。確かに。何っつって。さあということで2人目はグッチ会は、ガイルでいいんじゃない。ガイルかリュウでいいんじゃない。ガイルかリュウですねやっぱり多分。なんかえらい悩んでますけど。なぜだなぜだ。あと沼さんが行くの。なぜ悩む。なんかグッチさんがひよってんのかなよくわかんないけど。ひよっちゃやべえだろ。あ、結局沼さんが行くの。意味わかんなくね。まあまあ別にバイソンもキャラ負けではないけど、まあ、むしろ永田理論でいくと一番相性悪いまであるから。言ってたね、町バイソンがやべえんだってでつってトンパチ。あの大パンが強いんだよな。強い。バックジャンプ大パンが強い。おっと、タンパンチは？あとね、しゃがみ中パンが100列止めるんでね、あれが強いんですけど、S だとやっぱちょっと、まあすぐ止まっちゃうから、当てんのむずいんですよね。大パンチ、相打ち、お、ちゃんと突破。リードしてるのはバイソン。うまい。大パンうまい。おーっと。しかし、あー、リバーサーが出ない。手離してやべえ。まあ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 。ヘッドで終わったのに。まあね、暗い投げがあるからね、あこは頑張りたいところですよね。そうそうそう。あとはなんかレバースター要素で入れてれば暗いヘッドとかあるじゃん。うん、まあ投げられたの見てから話したんじゃないの、さすがに。まあ一応ゼロ回ガチャもあるんでね。そうなんですよ。まあガチャった方がいいとは思いますが。ああ食らった。投げて。これはやっぱね、身長タイプの沼さんはね、あこはあんま暴れないんですよね。さあちょっと雲行き怪しくなりましたが、リマ撃沈残ってるのは竜かな。竜がいる、それからフェイロン。フェイロン松本人志。話か。竜フェイロンガイルですね。はい。さあ竜、さあセンス、おしっかり処理券。さあ冷静。あ、波動を恐る恐るってるようなイメージが。お、いいぞこの波動は。まああのね、やっぱね、みんなね、永田正月年のトラウマがあるから、確かに S 本田に対してね、必要以上にビビってるところは。あ危ねえ。あ、今シンクだったか。シンクの方が良かった気はするが、まあでもまだ。さあ大丈夫かこれ。ああ、残ってる。タチコパンか。タチコパンですね。ちょっと連弾が遅かったのかなっていう。これ大丈夫なんかな。だいぶひよってるよね。まあまあ大会だからね、やっぱり。おお、しっかり。ここはしっかり大勝利。そこは出す。おお、増して。さあこれで一気に竜のペース。おかしい。あ、踏んだ。同じ。これは完全に竜でしょう。あーっと、まあ大丈夫。あっとまさか。ちょっとまさか。そう、危ない。あー出る。さあシンクここで使って。お、よく取れた。あー出ない。引っかかった。恐竜が出ない。金子がそこにいる。マジかよみたいな顔してましたけど今。そうだ、強くね。キャラが強いんかな、やっぱ。永田翔さん大したことなかった説がワンチャンね。大したことなかった言い過ぎ。やばい、やっぱりキャラパワーも多少あったかな。多少あったかっていう。その後ではなかった。確かに。本当か。いや、このエース女がいれば昨日のホンダもかなりいいとこまで行ったんでは。いや、うまいですよ、そこ。うまい、いや、マジうまいっすよ。いや、金子もホンダ戦は2アウトやってるんですが、S ホンダさすがに分かんねえか。相打ち、これはゼロドット。あ
あ、おお、まあ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 今のも、でも先読み大百科の歌ってたら危なかったんじゃない？まあ、そこら辺は難しいところだな。やっぱガエルの方がやっぱ安定しますね。さまあ、しっかり待って、おっと、垂直踏んでしまうが、あ、早出し、うまいですね、バックジャンプがね。あのバックジャンプができれば、うわ、裏剣。さあ、2ラウンド目はこれはあって、あ、さあ、Sバイソンが残ってます。ついに Sオンで破れる。タンパ食べすぎ、Sバイソン。あとガイルとフェイロンが残ってますが、フェイロンホイホイできないね、Sバイソンには。できるんじゃ、受け身取れないから、ホイホイというか、まあ受け身取られな い、まあでも誰でもできる、余計ホイホイできるんじゃない、ケイ投げする必要はないというね、全部ピー投げでいいんじゃないかっていう。投げた？もうガイルでホイホイやってるぞ。さあ、溜めてますね、これ多分。まあ確かに名前がね、溜めすぎだからね、溜めすぎ すぎで知らないと。まあ別にスパコン止まんねえから、まあ、ソニックでいいやっていう感じで、あー、対一？まあ来るよね。これガードされたりさ、さっき返されてさ、ゲージが溜まるわけでもねえから、うもう絶望感が半端ないよね。別にって感じだよね。さあ、リーチしゃがんで待ってる。待ってるね、溜めてるね。これやっぱりガイル結構有利じゃね。まあだからダッシュストレートで相打ちを狙っていくのが基本っぽいんですけど、溜め1回ガードするとダッシュストレート当たんないでしょ。当たる場面あんの？これないよね。まあ今これくらいじゃないよね。あ、今なんかタンパーチ解放したっぽい、なんか見えたっぽい雰囲気あるけど、おしまいだね、これこれでおしまいではないか。おしまいですね。まあ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 、じゃあそのままそのまま決勝、そのまま決勝、そのまま決勝で新人類とグッチガイ。ごめんなさい。じゃんけん、とりあえず先ほど小右衛門がね、5人抜きという、勝ちました。勝った。このチーム1回戦どうだったの？1回戦あ、マギリが2人抜き、小右衛門が、あ、小右衛門絶好調ですね。小右衛門強えな。さあ、組んでた時は弱かったんだけどね。ここは読み合い。グッチ会もね、ちょっとヒヤッとしましたが、まあ下馬評通りという感じか。これが終わったら C の C ですね。1回戦は、ゼロ回戦、前回2049と第5鈴。なるほど。これなんかせっかくチーム組むと実況が被っちゃうからっつって別々になったのに同じブロックっていう。まあ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 、しょうがなくね。決まりました？まだ決まんない。あ、 1P 側はまだ決まってないみたいですね。話しい声もんと見てみたいですね。フェイロン同キャラ、まあ知ってる。小右衛門が調子良さそうだよね。良さそうですね。まあフェイロンはね、あの早めに出して伸び伸び暴れてもらった方がいいっすよね。まあそうなんですよね、キャラの性格的に。まあフジモンが多分これは大将、大将、ね、まあ紫フジモンの2枚看板に切り込み隊長小右衛門で、まあ、アラバマが抑えとしているという。確かに。かなり強いチームですよこれ。まあ強い。まあ俺は2番手だと思ってるんですけどね。2番手。はい、お、マキリが行きましたね。相手は沼。お、これはさあ、マキリさんの剣と沼バイソン。これはどうなんですかね。どうなんですかね。グッチ会があったんじゃないの。あ、これ読み勝ったって言ってますけどね。
まあ、バイソン使わせたのがでかいってことなんじゃないですかね。よくわかんないですけど、あ、沼さんは割と早めに行きたがる傾向があるような気がする。相馬くん相打ち勝利権はよく見てる。波動拳波動拳、でもこのチームはね、はい、掴んで掴んで、いやこのチーム声がでかい。あっと、あ、逆に、あっと、危ない。これは剣はもうクルージングしたい、か無理はしたくないね。あっと、あの打っちゃった。今のはどうだったんだろう。間に合いそうだったよね。うわ、怖い怖い怖い。さあ、いやなんとなく、お、タンパンチに波動拳、あとは運がいい。さあ、モンモン コンビが声が出ますね。さあ、見ながらよく見てる。ヘッドヘッド食べる波動拳。さあ、落としている。あ、ちょっとアントビがずれたか。おう、グランド型ね。ちょっと衝撃が怖いわ。中盤波動、いや、これはさすがに厳しいか。最後まっすぐ来たね。そうですね、ちょっと遅めに衝撃出さないといけないから。さあ、引っかからずに昇竜？何？どこ？二代目。ルザーズ、はい。いいよ。呼び出しする？映画ドラえもん、のび太の S 残儀、二番兄弟、真ん中の兄弟で、と、あと、当日枠1。当日枠1。シカゴチーム。シカゴいる？あ、いるよね。そこいるよね。二番兄弟で。おっと、フジモン早めですね。まあ、バイソンには。DJ と。DJ と確かにね、同キャラやりたくねえし、ベガも微妙。ただこれ取られるとまずい。こういうもんでもいい気もしますが、まあでも使いどころはやっぱり大将特定っていうのはあれなんで、動かしておきたいっていうのはあるじゃないですか。ガーッと、これ大丈夫か。藤本さん、藤本さん、おっと無理やり。マジか。とりあえずその時は何とかあるだろうっていう欲望の表れですよね、あれね。まあ、なんかね、当たってくれ、体のどっかに当たってくれみたい。あー、マジか、開幕前飛び。沼さんがやるとは思えない行動ですが、ちょっと危なかったぞ。いや、沼も多分格上だと思ってるんで、壊しに行ってんじゃないですか。まあ、嫌な負け方したしね、1ラウンド目、珍しいですよ、うまい、差し返しだったか。さあ、これは削りもある体力差になってきました。ちょっと藤も硬いか、噛み合ってないわけか。これはもう全部ガードでもいいよな。さすがに全部ガードじゃダメか。ダメでしょけど、すーげーガードしてんないや、結構あと20秒でしょ。ガードしちゃやばいんじゃ。ここで打つの、やっぱエアサラ全部ガードで、中和中和シャカシャカでよかったんだよ。いやー、まあ上落ちてなかったからな今、まあだからちょっともったいなかったね。まあね、エアサラ全部ガードは良かったんじゃないですか。慎重に行き過ぎたかなっていうところですかね。やっぱこの男はちゃんと倒しとかないと。さあ、いやいや、押してる。次は始まんないと。で、グッチ、まあ、グッチリュウも先ほど固まったんですけど、なんとかそこに勝ってね。まあなんかこうグッチからなんかこう乗り切れてない感じしますね。非常に勝つには勝ってまきました。迷いがあるような波動は。お、波動、あ、ショーラー波動うまい。さあ、エアスラモード前飛び、前飛び。さあ、これはしっかり3段当て感がしっかりしてるね。まあ、打ちたくなる距離だよね。さあ、エアスラ飛びが入って、投げる、もっぺん投げて、あっと、さあ、飛び早かった。一問クラスでもミスりますね、やっぱりね。さあ、この波動モードは相当きつい。
なんですが、まだ龍のゲージが全然溜まってないので、めぐり、ちゅー、これは終わりで、おばあ、立て、藤井ももちょっと動き硬いんですけど、キャラパワーがあって、まあなんとかカバーしてるって感じですね。ただこれで乗りそうですね。さあ、グッチ界は残すはガイルとフェイロン、3人いる、あ、ザンギか、あとザンギもあるんじゃないですか。はい、はい、スタート、スタート、はい、さあ、スタートをして、さあ、行ったのは金子ガイル。ガイル戦、まあ難しいですよ、お互いね。まあね、なんか DJ も一気に勝てないから大変、お互い大変そう、これ。まずは、削りをしたのはポジモンだったが、投げる体力リードしてるのは、今度中間が入って体力逆転したか、ソニックにうまく、あっとスラが入ってしまう、うまい、裏剣、さあ、さすがにこれは苦しいかと。中足の戻りに中パンチを差し返すという、やはり関東は DJ 対策はちょっとなかなかねというところはあります。めくり、よく外した、俺は、あーっと、よく待ってる、これは最大藤本さん、あーあ、どうだこれ、あーっと、ガードできたよね、今まだガードできたかな、一度とあったように見えたけど、削りじゃないでも今のが、くら、なんか避けようとして食らったんでしょ、多分。まあちょっとこっからだと見えなかったですね。あー、終わった、強いね。まあやっぱあれがあるからね。で、ザンギか、ザンギ戦は非常にフジモン自信あるっぽいですからね。まあ一発勝負ならね、負けはあるでしょうけど、数やって負けないみたいな雰囲気はありますよ。まあ話はやっぱちょっとね、他に出したいよね。まあエアスラガンガンですか。なんとかエアスラを抜けて飛びから勝ちたいところですが、飛び返してエアスラ、いいですね、飛びからスクリューが、まだ全然体力がある。バックジャンプは、あ、うまい、これは、いやいや、今の返したのはよかったな。最後は飛びと、まあ、最後一発はね、まあね、もうフライスキルできなくなると厳しいですね、はい、ダブラリー、ダブラリー、ダブラリー、こうなると残機がきついぞ。さあ、圧倒的残機を取りかごしてる。あー、今の危なかったの、当たって、あー、中押し、めくりが見えない、強い。さて話、エイロン DJ やろうと、 DJ エイロンやろうぜ、誰かの名言ですね。まあワンチャン怖いね、爆発力はあります。まあここを抜ければというところはありますが、まあ相当きついね。さっき小山はね、大西勝ったからね、飛び入る、しっかり出して、めくり、これガード、よくガードした、投げて、
呪文がかなり大きいぞ。ダイパン、さあ今のシャガダイパン暴れは最後はチュアシー冷静でしたね。うまいな。しっかりガード、しっかりガード、めぐり、あーあーミスった。が珍しいね、ミスるのは。しっかり待って、ミスは結構あるんですけどね。まあやっぱりね、キャラパワーとテクニックでカバーしてますよね。さあ5盾、いやー強い。